3バックの真ん中だからキム・ミンテ選手なんか ねマッチアップするのかな、まあ、ボランチだと荒野選手と高峰選手の2人が、はい、こうサンドイッチってよく言いますよ ね挟み込んでみたいな感じ。 IJ 選手と激突しましたけど大丈夫でしょうかね。まあ、とにかく1対1にならない複数で止めるってことね。そうですね、はい、うん、はい、でこの時間からはコンサドーレの公式 YouTube の方も同時配信ということになります。コンサドーレの公式 YouTube 見てる皆さんにもよろしくお願いいたします。お願いします、はい、今日は元コンサドーレキャプテン、そして今 NPO 法人の理事長をしています、セカンドサポートの理事長、ああちょっと特にグッチーさんがいますソーシャルディスタンスになる羽賀さんによろしくとお伝えください、はい、グッチーさんが羽賀さんによろしく聞こえてました、聞こえてますねえ、そう本当は今日いつもだったらね今日時やってる時間なんですけど、僕も今仕事してないのがすごいねなんかね変です。6時半にビール飲んでサッカー見てるってもうなんかこんなことないですから、ね、そうですよね、うん、いつもだったら、7時まで今日時でニュース読んでますんで、はい、今日はちょっといつもと違う編成でお伝えしておりますが、なんか見入っちゃいますね、やっぱ見入っちゃいますね。いや、いいんです、うん、いいんです、あのね、これ前回もね7月に FC 東京戦やったんですけど、喋、はい、るかね見るかねちょっとはっきりさせないとどっちも頭入んないことが前回分かりましたんで、ちょっと見ながらいきましょうか。はい、はい、まあ、そのサッカーの話するときと普通の話するとき、うん、ピシッと分けますか。あ、分けますか、分けますか分かんないですけど、そうですね、ちょっと今脱線したよってときはじゃあ脱線したってことで、はい、じゃちょっと今序盤のどっちが主導権握るか、うん、まあ、5分ぐらい経ってきてですよね。あ、来た来た来た、あー、フリーにしちゃった、おい、早いんですよね攻撃がやっぱり。あの江坂選手ね、10番の選手も本当、うん、本当に気の利くパッサーで、まあ、ゴールゲッターでもあるんですけど、本当このね、この江坂選手が引きつけてパスで、なんかこれね、これキム・ミンテ選手でしたかね。そうですね、ああいうこうディフェンスの真ん中やってる選手ってもちろん外に出た時にボールいっちゃうじゃないですか、はい、つい目がボールいっちゃうんだけど、やっぱマーカーとして外しちゃいけないじゃないですか。いけないですね、まあ、当たり前なんですけど難しいですよね、あれね。難しいですね、やっぱり自分の後ろにボールが入っちゃった時に、ええ、やっぱ下がりながらマーカー見ながらボールも見ながらってなると結構やっぱり難しいですね。ですよね。またオルンガ選手190センチ以上あるのに足が速いっていうね。お、右サイドから、うん、お、ファウルない。うん、でも今年の J リーグはもう全体的にあれですね、あ、ちょっと危ないかな、簡単にファウル取らない方針でやってるんで、うん、その方がやってる側としても楽しいですね、うんうん、やっぱりちょい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 こう止められるとやっぱ流れも止まっちゃうので、はいはいはい、そうですよ。だから現役時代東証でしょ、もう東証東証なんですかね。いや絶対そうですよ、タイプ的にはもう戦う男でしたよ。だって球際自信あったでしょ、だってそうでもないですよ。いやだって僕体もちっちゃいですし、いやいやいや別にそんなにムキムキなわけでもないですし、うん、そんな、そうですか、自信はなかったですね。でもめちゃめちゃアグレッシブに球際行ってたのだけはものすごい覚えてます。全力で100でいかないと無理なんですよ、うん、逆に、うんうんうん、じゃあなんか足先だけでとかじゃなくて、ね、しっかり体使いかないと逆に吹っ飛ばされちゃいます。いやでもそれでもね本当札幌を引っ張ってくれましたよ、本当本当よく走ってましたよねって言われますけどね、うん、そうでもないですか。なんか今結構データとか出るじゃないですか、うん、データ出ますね、はい、それあったらよかったなと思って。そう、菅、あの羽賀さんが多分当時もし今データあったら どうですか、やっぱり12、3キロは、いや逆にな9キロぐらいしか走ってないかもしれないです。走ってる風に見えるかも見えるだけかもしれないバレちゃうかもしれない、はい、最近あの、ね、試合終わった後にデータ出るんですけど、大体走ってる選手見ると11キロ12キロぐらい、まあ、結構こう僕もそれを見てますけど、ええ、まあ、走ってる距離の長さっていうよりもフロンターレの見ると分かるんですけど、うんうん、どこで走るかっていうところの方が結構多分重要になってきてるのかなと思います。もちろん長い距離走るってことは今走るとか、はい、今戻るとか、そういうことですか。そうですね、あとはスプリントの回数ですね、はいはいはい、そこがすごく重要、海外との差だって言われてますよね、うん、よく、うん、はい、
だから結局同じ11キロ12キロ走っても必要な時に走ってなかったら意味ないよってことですね、はい、なるほど。そっか、僕ら素人はついついその数字だけ見て、ああなんかなんとか選手よく走ってるねとかって見ちゃうんだけど、だけど走ってるなって言われる選手はやっぱり多いのは間違いないと思うんですけど、うんうんうん、ちょっとじゃあもう一度、今ちょっとフリーキックなんで、はい、プレーの方集中しますか。じゃあ34メーターはどうだ、狙っては来ないかな、ちょっと遠いですよねこれは狙うにはね、うん、だけどオルンガ選手いますからね。そうですね、頭合わせるのかな。あ、やっぱそうですね。あ、だけ違う、ディフェンダーの選手ですね。山下選手もいるんですね、うん、あお、うん、収めてほしい。あ、一貫もでした。お、まあ、これくらい時間稼げればだいぶ、ね、陣形は整えますね、はい、整うと思います。うん、でも本当ペトロビッチ監督になって3年目ですけど、本当よくパス回るようになりましたよね、はい、すごいですよね。もう本当に4、5年前のコンサドーレとは、うん、まあ、プレースタイルというか、うんうん、チームカラー自体も変わってきましたからね。本当ですよね。あの、いや、どうですか、やっぱりその辺感じます、だいぶ変わったなって感じ。いや、全然変わったなと思います、うん、いや最近、ね、ご存知だと思いますけど、なかなか勝ててない。久しぶりに、ね、トス戦が10試合ぶりに勝ちましたけど、はい、勝ててない試合も圧倒的にコンサドーレがボールキープしていて、はい、そうだけど勝てないのが一番きついですよね。きついですよね、はい、選手の心理から言ってて、やってるサッカーいいのに相手よりももうね2倍3倍シュート打ってるのに、はい、やっぱそれ精神的に辛いですか。となると多分決定力不足っていうなってるじゃないですか。なります、はいはい、そうなると多分攻撃の選手がナーバスになってくるし、うん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 、なるほどね。だって20本シュート打ったのに入らなかったらちょっとショックですよね、うん、まあ、だけど入んないときは入んないですからね何本打っても。でもこの前トス戦のスーパーゴールが駒井選手があのミドルシュートあったんですけど、はいはいはい、あれなんて多分本当ね10回打って本当、ね、毎回入るようなシュートじゃないん で、ね、で入るときはああいうのあっさり入るんですよね。まあ、そうですし、やっぱり打つってことが重要だと思うんで、うんうん、お、来た J、 あ、これはないですね。出ない。本当今年の J リーグっぽいですね。こういうなかなかそんな簡単に笛吹かないですよね。またボールにしっかりいってましたね、うん、あ、山下選手、そっか、元札幌にね、はい、セレッソから移籍してきましたね。あれ、山下選手一緒にやってます。やってますね。身体能力がすごい高いです。あ、本当ですか。同じこと言ってますね、はい、リュウジさんと同じこと言ってます。リュウジさんと河合さんと山下選手の、うん、そのセンターバックのコンビってすごい良かったんですよね、うん、あ、本当ですか。覚えてます当時。覚えてます。なんかお互いがお互いのない部分を補い合ってやってるなっていう、うんうんうん、あ、だからあれ2011年の昇格した時でしたっけね。じゃなかったかな。そうですね、そうですよね、はい、その時に山下選手いて、だからあれは石崎監督か。そうです、石崎監督ですね、はい、あ、お、どうかな。お、いや結構本当に声聞こえますね、うん、選手の選手、うん、今日の試合まで5000人なん で、はい、であと基本今感染症対策で歓声上げられないっていうのがあるんで、はいはい、あのファンの皆さんはこうやって今ね拍手だけで表現している状況ですね。だけどやっぱりファンの方が入ってくれてるのとくれないのではだいぶ選手的には心理的には違うと思うんで、うん、そうですよね。5000人でもねいてくれた方が嬉しいですよ、ね、あ、いい展開、いい展開。今の本当コンサドーレのサッカーって右のルーカス選手と左の菅選手がものすごい、はい、さっきのねスプリントって話ですけど一試合ね何十本できっと走ってるんだと思いますけど、あ、菅選手、荒野選手、お、いい感じ、お、あ、駒井選手、うん、でもこれね、でもコンサートこうやって前から行きますもんね、前からどうしようかと思って、そうするとこうやってちょっと枚数がこうここって今
出されたところって進藤選手がいたところですよね。はいはい、そう進藤選手が上がった後ですよね。僕 の, あの自分の考えだと、うん、今味方ちょっと離して出させてしまったんですよね、はい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 、あそこ離れないでほしかった。ああ今多分あそこまで行くんだったら、うん、なるほどなるほど、もっともっと寄せ切ってほしかったなっていう、うんうんうん、あオフサイドか。だから進藤選手あんだけ行ってんだったらこのスペース使われることを考えたらキム・ミンデ選手がもっと寄せていく。そうですし、うん、進藤選手はそのボールホルダーにもっと離れないで行ってほしかったですね。行ってんだったらもっと行けってことですね、はい、あ結局出されちゃってるんで、はい。でちょっとだいぶ紹介遅れましたけど、あの目の前にカレーパンありますんで、噂のですね、はい、噂のカレーパンだ。あのビール飲みながらちょっとじゃあ、はい、カレーパン食べてきましょうか。あのこれコンサドーレファンだったらもうね皆さん浸透してると思うんですけど、先月29日、8月29日にたぬき工事4丁目にオープンしました、はい、カレーパン専門店で、であの今日のまさにこの配信もあれですね、カレーパンダプレゼンツということで、カレーパンダさんにサポートしていただいているんですけども、あのコンサドーレのオフィシャルパートナーなんですよね。でジャパンベーカリーマーケティングのその会社が直営しているカレーパン専門店 でこの会社というのがもう日本と世界で200件以上ベーカリーショップパン店をプロデュースしているんですね。その社長が岸本拓也さんで、 今ちょっとちらっと今なんかカレーパンダの CM 流れたんですけど、はい、最後に社長派手なド派手な社長、なあれ社長です。あの岸本さんです。あと何回か出てきますんで、はい、あれ岸本社長です。なんか今日もスタジアムに応援しに行ってるみたいですけども、はいはい、そう、あの方がベーカリープロデューサーで国内外で200件以上パン屋さんをプロデュースしていて、でこの度初めてカレーパン専門店を札幌たぬき工事4丁目にオープンしたということ でちょっと食べましょうか、はい、でかなり今人気のお店ですよね。そうなんです。あの私昨日食べたかったです、ね、セクシー、あの2種類あって看板商品セクシーっていうちょっとスパイスが効いた方と、はい、あとめんこいっていう、もうお子さんからお年寄りまで食べやすい2種類あって、今セクシーです。あ、セクシーの方です。辛い、ちょっとスパイス効いた方です。セクシーの方です。あ、中にねゴロッとステーキ肉が入ってるんですよ。ステーキ肉、うん、食べてると思うんですよ。肉は大きいお肉が入ってますんで出てこないです、うん、具がすごい出てこないです。あ、出てこないですか。多分あのゆっくり食べてください。ごめんなさい、ちょっとずつ食べていくとお肉出てきますんで。私昨日行ったんですよ。昨日も午後1時過ぎあの行列できてました、たぬき工事4丁目に。めっちゃ今 SNS とかでも出てますよね。そうなんですよ、やっぱカレーパンダ、あのお店行くとねずっとねカレーパンダカレーパンダってずっとBGM が流れてるんですけど、だけど今まで食べたカレーパンの中で一番うまいです、うん、本当にうまいですか。あ、よかった。いや本当ですね、なんかこれ大人な感じですね。そう、これスパイス効いてるんで、うん、これはそうですね、お子さんより大人向けなのかもしれないですね。でもそこまで辛くないですよね。そこまで辛くないですけど、なんか大人の味で、うん、ピンチでしたね。今実はちょっと危なかったですね。まあこうやってあのオフィシャルスポンサーのこういう商品をねみんなでサポーターが食べることによって、ゆくゆくはコンサドーレを応援することにつながるってことですね。この力もコンサドーレサポーターってすごいですよね、うんうんうん、開けろ。おー、あー、ちょっとジェイ危ないですね。アフター、さっきイエロー出ましたか。さっき出てました。ちょっとカレーパン食べてて分かった。最初のアフターのファウルでさっき出たかな。最初だから出てないですかね。でもこれ本当ビールに合いますね、これ。うん、でイエロー出てない。あ、じゃあ出てない。美味しい。本当だ、うん。お肉出てきたでしょ。ね、大きいお肉出てきますよね、ステーキ肉が。じゃあすみません、ちょっとカレーパン食べながらですけど、はい、ちょっと試合にちょっと集中しますか。
でもこういうパスをつなぐことが得意なチームの方が、はい、どうなんですか、90分通した時にはまあ、ボールが動いてるっていうのもありますけど、選手も人も動くじゃないですか。90分としてやっぱ疲れますかね、はい、どうなんですかね。カウンター狙ってるチームがやっぱり省エネな感じで、まあ、あのスタイルにもよると思いますけど、うん、僕はどちらかというとつないでくるチームの方が良かったです。あ、やりやすか、狙いやすいですし。あ、なるほど。やっぱり大きい選手いたり速い選手いたりするチームの方が逆に嫌でしたね。ああ引っ張っちゃった。あら、うん、ああいうのとこですよね、うん、今外してたっていうか遅れた対応が遅れたってことですよね、うん、もうそうですし、うん、特にいらないファール、あ、なるほど、かなって。そうですね。であれでも仮にねイエローカードもらったら危ない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 、オルンガ選手なんかねボールから離れてると思って一気にね、うん、一気に来るから怖い、まあ、大きいですからね。そう、あの開幕戦の時にあの時は、ゴールキーパーが追いつくと思ったらその先に取られちゃって、それで彼に2点決められて、はい、で江坂選手に2点決められて 4対2だったんですけど、あの時そうですね、ゴールキーパークソンユン選手、そうね、クソンユン選手だったんですけど、そうですね、今地上波でも川端アナウンサーが解説してますけど、あの今日ルーキー大学ルーキー田中俊太選手、高峰智樹選手、金子拓郎選手3人出てますね、はい、でサブにも小柏選手、今の現役大学生、んサブに小柏選手、あ、そうそう、今日サブに明治大学の小柏選手がいるんで、今特別指定選手で大学生なんですよね、はい、明治大学のね。でもうすでにあのカップ戦とリーグ戦1試合ずつ出てるんで、今日どのタイミングで出てくるか、まあ、出てくるなら駒井選手のところか、もしくは金子選手のところですかね、あの、はい、そうですね、J 選手のシャドーストライカーの、はい、あの2人のどっちかで出てくるのかなっていう感じでしょうか。で今あ、今まずスーパー出てますね。そう、特別指定選手、明治大の小柏選手が今日はリザーブにいます。これオリオン星太郎さん、星太郎さん、星太郎さんからのコメント、堀さんの食レポ貴重、いい音してるあ、そっか、マイクで拾ってんのか、ごめんなさいね、すごい意識してなかったけど、あ、うるさかった、大丈夫、好評、好評だ、このサクサク感が伝わってよかったそっか、ごめんなさい、そうだよ、マイク、あのね、番組中はなるべくそうやってこうあんまりね、なんかあんまりね音がこうマイクに、ね、不要音にならないように気をつけるんですけど、すいません、全く意識してなかったです、拾ってたんですね、マイクがね、ごめんなさい、音鳴らした方が良かったんです ねなんかちょっとマナー的に音鳴らさないでやったんですけど、さすが上品に食べた羽賀さん、僕はね雑に食べてたんで音が乗ってしまいました、ありがとうございます。白石のえりこさんも見ていたらお腹空いてきた、そうだよね、でもこの時間帯なんでどうですか、みんな今夕飯の準備とか夕飯食べながら見てる人もいるのかな、うんうん、でもサッカー、まあ、時間帯にもよるんですけど、あの例えば家で見るときだったら自分の好きな飲み物とやっぱりおつまみとか食べ物用意して、ね、仲間とっていうのはやっぱり盛り上がりますよね、一番楽しいやつです ね僕もだからあのこの前コロナ禍の時に、はい、あのやっぱり北海道の牛乳がなかなかね、あの学校がほら、あ、あ、いっちゃうすか、ちょっとチャンスが見ますか、あ、ちょっと戻しました、そうコロナ禍で結局学校がやってないんで牛乳の消費が落ちちゃうってことで、牛乳とあと白い恋人で食べながら応援してましたけどね、多分きっとコンサドレサポーターの皆さん、さっきの話じゃないですけどね、そのオフィシャルスポンサーのなんか、ね、飲み物とか食べ物を食べながら応援してるって人多いですよ ね、うん、なんかやっぱり札幌ビールがない店に入らないって言いますよね、そうそうそう、アウェーでも、そうです、その話聞きました、はい、アウェーでも居酒屋見つけてあのみんな知ってるんですね、あのどこどこのアウェー行ったらこの近くで
札幌ビール出してる居酒屋ここだとかって、で選手あのファン同士で教えたりとか、すごいですよね、なんかそういうネットワークあるんですよ。そこまでこだわってるんだと思って、ね、嬉しいですよね。ちょっともう20分経っちゃったんですね、はい、今日福森選手いないんで菅選手かな。あーファルカ今日いつもねプレスキック蹴ってる福森選手がリザーブなんで、はい、今多分菅選手が蹴ったと思いますけど、うん、あーごめんなさい、はい、あじゃあそこすみません、じゃあ芳賀さんのすみません、うん、でもなんかここまで今20分過ぎですけど、両方とも本当の決定的っていうのはちょっと最初の、ね、セーフでオルンガ選手のあれがあったんですけど、そこまで、まあ、多分両チームともプレッシャー早いんで、うんうんうん、なかなか多分自由にさせてもらえないですね中盤は。いや菅野選手も多分古巣元いたチームですよね柏です、そうですそうです、それこそ柏が、優勝した時のメンバーですもんね、はい、菅野選手なんてね古巣対決ですよね。いやでも菅野選手あれだけこうプレッシャーを受けても落ち着いたっていうキーパーでボール回しするって心強くないと、昔から多分上手な選手だったとは思うんですけど、今は本当に足元が、ね、ないとなかなかキーパーとしても難しい。本当時代変わりましたよね、はい、だって僕小学生の時とりあえずバックパス出したらゴールキーパーとりあえず蹴ってましたね。そうですよね、うん、今だけ逆に言うと蹴っちゃったら怒られますもんね、自分たちのマイボールなんだからつなぎましょうってなりますもんね、はい、やっぱボール回しとかに僕がの現役の時はキーパーも入ったりしてやってたんで、あそうですか、それもやっぱり時代とともにキーパーのそういう求められる、ね、足元の技術とか、うんうんうん、あ、今芳賀さんの方にも置いてあるんですよ。なんと芳賀さん、カレーパンについてはホタテ貝柱登場ですよ。これこんなに至れり尽くせりなんですか。最高のやつですね。本当、うん、あこれ魚連さんからの差し入れということで、これ全部食べちゃいそうですよ。いやこれね、いやそんな贅沢ですから干し貝柱貴重ですからね。ありがとうございます、魚連さんからの差し入れ。いただきます。いやさっき試合前に川端先輩にごめんなさいって言っときました、うん、川端先輩は仕事してますけどこっちはサッカーを楽しみながらビールとおつまみですと。あー抜けるか、おいしい、うん、さあ左菅、おいいボールでしたけどね、うん、でもちょっとこの時間コンサドーレの、あー面白い、うんうんうん、粉か粉、うん、お、配信を見てる K さんから高峰選手の印象を教えてくださいということですけども、はい、うん、さっき河合さんも地上波で言ってましたけど、うん、すごくアグレッシブですし、うん、遠いとこ見えてるなっていう形で、はい、まあ、高峰選手ね、コンサユースで一旦筑波大学行って、はい、まさに今地上波の映像映ってますけど、うん、で再び、古巣に帰ってきたってことですよね、はい、まあ、今20分ちょっとですけど、うん、すごくいいプレー、うんうん、いい狙い持ってプレーしてるなとは思います。彼は本当球際強いですよね。そうです、多分もともとは結構もうちょっとスマートなプレイヤーだったと思うんですけど、うんうん、それは多分大学で学んで球際だったりその強さっていう部分を学んできたんだと思います、うんうん、あの大学ルーキーとやっぱ高校ルーキーちょっと違いってあります、あの先輩から見て、うん、まあ、なんかイメージでは高校生から出てきた子たちは、まあ、2、3年の猶予はあるよねっていう形と、大学上がりはもう即戦力、うんうん、もう行っても2年とか、うんうんうん、で結果で出さないとちょっと厳しいんじゃないかなっていう印象です。だからそういう意味で言うと
今日出てる田中俊太選手とか金子選手もみんなだからあれですよね、ちょっと危機意識が違うというかもうすぐ結果出さなきゃって思いでやってるってことですよね、はい、これはあのあれです、ね、中野小次郎選手かな、あ違うこれは中島大会選手です ね、国見高校3年生で来年入団内定してるという彼も190近い、すごいですよね、うん、190近いんですけど足速いみたいですね、うん、すごい今練習に参加してるそうです。そして続いてメッセージ来ました。これはむつみ Y さん、むつみさん、むつみさんかな、むつみ .Y さん、はがちゃんの声見れて嬉しいです。はがちゃんの声ってすごい知り合いですか。見れて聞けて聞けて見れて聞けて、はい、うん、まあ、今多分配信見て見てる、ありがとうございます。むつみさん、むつみさん知り合います。いや覚えてない、覚えてない、はい知ってますってのもおかしいですよね。そうですねでもハガちゃんの声って結構これ親しい感じですね。多分サポーターの方はハガ、うん、ちゃんって呼んでるんですよ、ね、あそうなんですね、はい、あそっかサポーターの方ハガちゃんなんですねじゃあずっと2006年の頃から応援してくれてる方かもしれないですね、はい、嬉しいですね。ハガさんって試合中そのいや例えば選手に指示出すことあったと思うんですけど、はい、そういう時って どうなんですか。ものすごい怒鳴る感じ。怒鳴らないと2万とか3万入ってたら聞こえないです。本当に5メーター6メーター離れてる距離にも怒鳴るぐらいの声じゃないと聞こえないので、うんうんうん、多分怒鳴ってたと思います。あの羽賀さんなんかの僕ネットの記事で見たんですけど、やっぱりこうコンサドーレ来た時にまだまだ甘えがあるなみたいな記事、はい、見たんですけど、やっぱりそういう時に若手にはやっぱりこうお前らさそんなことじゃダメだぞみたいなきついこと言ったんですか。そうですね、うん、言われた選手は多分いっぱいいると思いますでもそういうのはっきり言う方、言います言います全然。要は足りない部分があるって時はしっかり言う、うん、もうそうですし、やっぱり意識的な問題だとか、うん、そういう面では多分言えない言い方してます。あ ここで 今、はい、お披露目できないぐらいきついこと、あ、うん、あちょっとピンチか、あー危ない、あーよかった。危ない、あ危ない、ちょっと今心臓に悪かったですね今ねちょっと今ドフリーでしたね。多分今のも難しいと思うんですけど、うん、2回目ぐらいですよね、キム・ミンテ選手が、うんうん、オルンガ選手のマーク外すクロスで外しちゃった、うんうんうん、ちょっとそこ気になりますよね。なるほどね。あの今インターネット配信でこれはお伝えしてますけども、地上波とは10秒ぐらいのちょっとズレがあるということで、ちょっと我々が10秒ぐらい遅れておりますのでご了承ください。インターネットライブ配信で地上波とちょっと10秒ぐらいのタイムラグがあるということでご了承ください。そうですね、今もオルンガ選手にこうしっかりと今キム・ミンテついてきましたね、うん、そっか。で今またメッセージ来ましたけども、トミーこれはチャンネルさん、トミーさん、羽賀さんと試合見て一緒に飲んでる感じで楽しい滝川一同、滝川市の人かな、まあまあ確かにこれライブ配信してるの途中で忘れますね、なんかね。そうですね、なんか普通に見ながらただ飲んでるだけっていう。そうですね。あとハガちゃん一段とかっこよくなっている、やっぱハガちゃんなんですね、やっぱね、サポーターハガちゃんなんですね。ハガちゃん一段とかっこよくなっていると言われましてもどうですか。痩せたんですよ。あ、なんか理由あったんですか。理由ないですけど、このコロナの中で、うん、なんか走るようになって、うん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 、それで痩せました。何キロ、何キロ、最大で5キロぐらい痩せたんじゃないですかね。5キロだったら結構ね、着るものもちょっと違ってきますよね。ブカブカになりますね。よかった、じゃあかっこいい状態で今日は出れてよかったですね。これに合わせてきたんですよかったよかった。5キロ減ということで、コロナ禍で、まあ、いわゆるおうち時間とかね、自分の時間が増えて、そうですね、やっぱ健康のために5キロ減か。それもう走る中心、走りとちょっとした体幹、体幹、ああ。
っぱ元プロ選手もあれですか、例えばやらなくなっちゃったらもう全然ダメですね。ダメこの間、まあ、河合さんと話した時も、はい、彼でさえちょっと筋力落ちてきたって言ってたんで。あ、本当ですか。彼でさえっていうのは結構やってるのに、やってるのに。あ、でもそうですよね、現役時代の代謝の代謝とか食べる量とか全然違いますもんね、うん、やっぱね。あ、またこれですね。あ、これです。これ最後に岸本社長出てきますけど、これそのまんまなんですか。そのまんまです衣装とかじゃなくて、あのひらひらついて、うん、あの先月 の, あの29日にオープンした時にオープニングセレモニーも あんな格好で来てました、はい、最初僕ミュージシャンかなとか、なんかエンターテイナーね、うん、なんかそっち系の方かなと思いますね。社長さんだと思わなかった、びっくりしました。あ、これさっきの、これちょっとどうですか、改めてこれ、まあ、田中選手遅れてミンテ選手も完全にちょっとその前の取られ方が良くなかったんじゃないですかね。多分だけど菅野選手出だしが良かったんで、はいはい、コースがファーサイドなかったんで、ニア狙うしかなかったんじゃないですかね。あのピンチだったけど菅選手がちょっとこうコースを切ってたって感じ。いや、菅野選手、あ、菅野選手、はい、菅野選手が、菅野選手がもう出た瞬間外れてるって分かって出たんで、うん、ファーがなくなって、オルンガ選手もニアに蹴ろうと思ったけど、うん、まあ、コントロール効かなかったっていうことですよね。じゃあ、あの 0. 何秒の間に駆け引きがあったわけですね。はい、惜しい。あのコンサドーレが最近やっぱハイプレスで今年多分テーマにしてると思うんですけども、はい、状況によって結構マンツーマンで守備してるんですよね、はい、そうですね、はい、これはやっぱ90分はきついですか。それは多分あの、うん、ミシャ監督のやり方だと思いますけど、うんうん、オシムさんとそこの辺は共通するかなと思います。そうだ、もうサッカーファンならご存知だと思いますけど、あの羽賀さんはね、ジェフ市原千葉の時にあの1年ですか、1年半ぐらいですね、1年半、はい、でそのうちオシムさんにだから指導を受けたということで、どうすあのよく言われてましたけど、練習からこう複雑でとかよく言いましたけど、そうですね、まあ、練習何やってるのか分かんないなと思いながらやってても、うん、その練習が試合の本番で出るんですよね。だそれ不思議ですよね。いや本当に不思議で、おちょっと、ああの私もすみません、そういうサッカー専門誌 の, そういう、ね、あのサッカー雑誌とかでしか見たことないですけど、あの、はい、よくオシムさんがビブスを、ね、あの複数の色を変えて、はい、同時に選手をこうフィールドで、はい、あのパス回しさせて、もう頭の中がすごい混乱するってよく言われる、うん、やっぱああいう知ってましたね。 あれは何ですか、結局最終的に本番の時の方が楽になるんですか。あ、楽になるというか、うん、なんか本当に1日1日1週間通してやっていくうちに、なんか上手くなってるなって思えるというか、なんでか分かんないですけどね、まあ、その中でこう結果が結構あの時代は強かったので、結果が出てきてみんなが自信をつけていい方向に進んでったんだと思いますけど、上手くなる感覚がじゃあ選手たちに芽生えてくる。そうですね、やっぱり練習してて、僕なんて全然試合にも絡めなかったですけど、それでも本当に上手くなってるなって思えたので、本来であれば使われない監督なんてなんだこいつみたいになるんですけど、全然ならなかったですね。あ、本当ですか。逆になんか財産になったなみたいな。いや、それは間違いなくあると思います。本当ですか。だからそのオシムさんが多分オーストリアのチームを指揮してた時のアシスタントコーチが、ね、ね、はい、あのミシャさんで、はい、だからミシャさんとオシムさんも共通点はあると思うんですけど、ちょっとピンチかな、ちょっと見ますか、ナイスカット、ずっとちょっと気になってるのが、はい、ファーストディフェンダーっていうんですかね、はいはいはい、あの1人目のこのボールに対していく選手のアプローチの距離が遠い、うんうん、くないですか。なんかなるほどなるほど、行ってるんですけど、うんうんうん、遠いから出されちゃうってやつね、はい、うん、詰め切れてないってことですよね。
これって どうなんですか、やっぱ分かってるんだけどもうちょっと詰めなきゃいけないって分かってるんだけど、これって例えば後ろからの押し上げがないとダメだったりとか、周りからの多分レッソル側のテンポがいいのかなって、うん、そっかそっか、詰める前に出しちゃうとか動くってことですね、はい、あちょっとこれはシュート打てるかな、なるほどね、菅さん、おクロスはあれぐらい多分今みたいに寄せてれば相手もプレッシャーかかるん で、ね、で結果こうやってセカンドボール拾えるってことですよね、はい、あ今まさに河合隆二さんも言ってましたけど、やっぱり取られた後の切り替えが早く ねアプローチすると、こういうところもそうですね、おっと、うん、いいですね、これもそうですよね、結局寄せがルーカス選手今早かったっていうことで、アラノ選手がパスコース限定できたっていう、いいですね、右左とこう左右を使って、うん、ちょっと横に動かしてもいいかもしれないですね、あでも本当コンソールこういうところですね、成長感じの本当落ち着いてパス回しが、うん、もう安心して回せてますもんね、そうですね、うん、うんそうですねって言ってるけど、あのくさびのボールが少ないですよね、真ん中に入るっていうことを言ってるんじゃないですかね、河合さんは。くさびのボールを入れることによってやっぱディフェンダーそこ食いつくわけですね。もうそうですし、やっぱり攻撃のスイッチなので、やっぱ横パスも重要ですけど、どっかどこでスイッチ入れるのかなっていうところが、これが今ちょっと入りましたけど、なおかつもうちょっと高い位置で、おイエロー、相手にイエローが、うん、でも今日あれですね、お互い攻撃いい解説してますね、いい解説してる、うん、さすが、 あれですね、あれ年齢でいうと先輩なんですもんね、先輩です、4つ上ですね、4つです、はい、僕もう私も42なんで、あの羽賀さんと同級生なんですよ、羽賀さん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 と同級生なんですよ、いつも会うたびに貫禄違うんですよね、同じ40、さん若く見えるから、いや僕本当童顔でいつもね、羽賀さんに会うたびになんでこんな貫禄違うんだろうなと思って、僕はがっかりするんですね、僕にないものいっぱい持ってるから、いや絶対若く見える方がいいですよ、いや本当ですか、羽賀さん38、今年38になる、最近なんか自分の年齢が分かんなくなってきて、今年37か8です、いや8です、今年 8ですか、今年8です、12月でしょ、あそう4つだから、そうですね、そうですよね、はい、12月21日なんです、さっきちょっとすみません、あの個人情報調べさせてもらいました今年38です、でも羽賀さんも言わなかったら分かんないでしょ、だって何歳ってジャストで分かんないでしょ、38ってなんか最近、うん、年相応に見られてきました、昔はなんか老けてるねとかって言われてましたけど、逆にあでもね、サッカー選手やっててキャプテンやってる人大体老けて見えますよね、そうなんですかね、うん、貫禄あるもんみんな、これ今何人ぐらい見てるとか分かるんですか、 YouTube 250人ぐらい、あ少ないですね少ないちょっと250人の仲間が今、その300人ぐらい、300人、うん、その人たち5人ぐらいに声かけてくれたら、そうですね、5倍になりますね、5倍になりますね、あのこれライブ配信だから、あの会場にいる人がスマホで見ようと思えば見れるわけですよ、何人かいらっしゃるみたい、そんな人いるんですねこの菅選手も本当に毎試合毎試合スプリントしてよく走りますよね、だけどあれなんですかね、これだけこのテレビに選手たちの指示とかが拾われるじゃないですか、みんな気使って喋ってるんですかね、中で、あピッチの中で聞こえちゃうから、はい、あでもミシャ監督結構
トモキとかね、すごいタクマとかってすごい叫んでますけど、うんなうん、でもそれこそあれですよね、結構審判に詰め寄る時のはいはい、はい、ちょっとね、あの子供たちには聞かせたくない言葉を言ってる時もあります。でもあれ興奮するとああなっちゃいますよね。少なからず多分気にしながら話してると思いますけどね、いつもより聞こえてますよってね。あ、ナイスボール、お出た、いけ、うー、でもコーナーでしょ、コーナーでしょ、コーナーでしょ、コーナー。でもそうか、聞こえてること選手監督意識してるから、いつもよりお上品な言葉を選んでる可能性はある、はい。ちょっと僕とか河合さんとかがこのピッチにいたらちょっと難しいですもんね。え、現役時代本当に納得いかないこう判定受けちゃったら結構言っちゃってました。いや、判定とかは言わないです、うん、言っても無駄だなと思ってるんで。ああ、そこはじゃあ逆に言うとあれなんですね。どっちかというと味方とか、味方に、うんうん、味方が多いですかね、やっぱり。ちょっとじゃあこのチャンスをまず見ましょうか。決めてくれ。アファーサイド。シド。ここで OK。え、それはやっぱ試合中になんでそこ詰めないんだよみたいな、ちょっとこう納得いかないそうです、ね、プレーした時には結構きつく言う。もうそうですし、やっぱチームの決まり事っていうのはあるので。はいはいはい。そこの辺をルーズにしてるたりすると、うん、やっぱりどん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 崩れていっちゃうんで、うんうんうん、その辺は結構言ってましたね。まあ、これ昔ブルーのクアドロスに、はいはい、センターバックの、はい、お前はなんで毎試合怒ってんだって言われたことあります今ブルーのさんコーチかな、はい、今ねコーチされてますけど、あ、それくらいなんでお前怒ってんだと、はい、もっと楽しくやろうぜって話でブルーのクアラドロスさんに現役時代言われてた、はい、でも本当東証であのチームにでもそういう人って一人二人いないとダメですよね。何ですかね。いや、いた方がいいですよ。いや、ほらあの強かった時のジュビロ磐田にドゥンガ選手がさ、覚えてません？すごかったですよね。あの映像で見たことあるんですけど、高原選手に、ルーキーの高原選手に試合中になんかハーフタイムの時に結構ありますよ、ね、教えてましたよね。お前ここに立つんだとかね、あれすごい怒りながら言ってたの印象的でしたけど、ピリッとね東証がチームにいると引き締まりますよね。これは今のところちゃんとこれくらい詰めれればいいですけどね、うんうんうん、はいはい、しっかり人人そうですね、うん、常に詰めてますね。これもね、これもいいディフェンスですね。こう今ぐらいの距離感でこ う, そうです、ね、詰めていけばいいですね。だと多分どこかで奪えるチャンスが。ああ惜しい。ここ入っちゃうんですよね。そうですね、このオルンガ選手がでさばいて、まあ、ちょっとこれずれてよかったけど、でもどうですか、もう完全に手足長くてもう足届かない場合は無理にいくとあそこでファールになっちゃうじゃないですか。です、ね、だけど逆にボランチに切らせた方がいいかなと思いますけどね、うんうん、あ、それは意図としてはそれは切らせた方がいいっていうのは、切らせる、切るコースを、コースを切るってことね、うん、それはあの荒野選手とか高見選手に、ね、センターバックからの指示で、うんうん、そこ切れと、そこのコースを、はい、うん、やっぱりこの選手に一番入るのが一番危ないと思うんで。そうですよね。だから例えばオルンガ選手にあのペナルティーアークの近くでもし綺麗に入っちゃったらもうファールっぽくなって、ね、で止めて吹かれたらもうそこから危ない場面になるわけです。そうですし、うん、まだ後ろ向きのプレーだったらいいですけどね、うんうん、前向きで持たれたりしたらちょっとかなりピンチになると思うんで。そうですよね。あ、ちょっと嫌な取られ方した。ちょっと嫌なところですね、うん、嫌なところですね。これうわそこ、うースルーパス打たせないで、ここから打つんですね。嫌な時間でコーナーです ね, ねアディショナルタイムになりました。あそこで打ちますね。
今これほんとにあれですね、あのそんなステップこう助走ついてないじゃないですか、あれあれでも強烈なシュートがいくんですもんね。さあちょっとこれはあっにゃっ OK。 見入っちゃって普通に家にいる感じですね。いいんです、あのそれをあの配信先の皆さんとともに共有しようということで、ちょっとこれ本当ここでね 0-0 で、そうですね、うん、クリア OK、 つなげるか J。 だけど今日どっちのフォワードも大きいですからね、うん、ある意味意図は両チームとも似てますよね、うん、ジェイ選手、オルンガ選手にこう綺麗に入れればそこからチャンスが広がるっていう、ね、まあ、システム自体もマッチする、そうですね、3-4-2-1と、はい、さあアディショナルタイム2分過ぎた、頼む、うお、大丈夫ですね、これで多分終わりますね、はい、あちょっとピンチもありましたけど、そうです、ね、軽く振り返るとどうですか前半は、まあ、その本当に助けられたっていうところはありますけど、うん、もうちょっとやっぱり守備のところですよね、うん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 、何回かやられてもおかしくないシーンがたくさんあったので、その辺をどうやって修正してくるのかなっていうところですよね、後半、さっきの羽賀さんが言ってたファーストディフェンダー、ファーストディフェンダーとクロスに対してのボールウォッチャーにならないことっていうところが、うん、なるほどね、まあ、きっとその辺は修正してくるでしょうね、そうですね、はい、はい、いやちょっと緊張感ありますね、結構拮抗してますね、でもね、はい、うん、ではあの今生配信お伝えしてきましたけども、一旦ですね、一旦ここで配信はお休みさせていただきまして、我々この後地上波の中継の方に、乗りますので、ぜひ、道内の方は1チャンネル見ていただければと思います。あの配信の皆さん一旦お休みします。
はい、今前半のハイライトをまさに見ているんですが、カレーパンダプレゼンツ、こちら HBC コンサドーレ取材班特別編、今日は元コンサドーレの羽賀博信さんとともにカレーパン食べながら、魚連さんの干し貝柱食べながらお伝えしておりますけれども、今まさに、前半のハイライトでしたが、改めて見てみるとちょっと押され気味だったかなって感じでしょうかね。そうですね、うん、ビッグチャンスとしては、うん、レイソルの方が多かったかなというふうに思います。改めて見ても確かにもうサイドから形作られてオルンガ選手フリーだったらもうあれはしょうがないですね。その前の話ですね、はい、やっぱりね、やっぱりさっき川井さんも言ってたように、うん、あそこにまずは進入させない、ボールを出させないということが重要になってきますね、後半は、うん、なるほどね。ルンガ選手今ね J リーグの得点王のレーストップでぶっちぎってるんですけど16点っていうね、やっぱりなかなかその J リーグ得点王を止めるっていうのは難しいですよね。羽賀さん、例えば現役時代こうそういうちょっとトップスコアラーのすごい選手止めるときってどういう意識してたんですか。いやもう本当に自由にプレーさせないこともそうですし、うんうん、絶対一人じゃ無理なので、うんうん、近くにもう一人来るっていうことですね。だから自分だけでは無理だから、例えば声で指示出して仲間にもっと寄せるとか、はい、あとはそこへのパスを遮断させるっていうことしかできないですね。もう持たれちゃったら個の力でいかれちゃうんで、うんうん、まあ、そういう意味で言うとチームプレーで自分だけでなんとかしちゃうってなると、ね、はい、やっぱ限界があるから。難しいと思います。あ、なるほどね。現役時代今覚えてるこうフォワードの選手嫌だったなって選手、なんかみんなが知ってそうな。フォワードの選手嫌だったな。復帰じゃないですか。復帰ね、仲間ですね、それね。あ、でも敵になった時、ね、敵になった時の復帰、はいはい、はい、ベルディにも行ったりしてましたけどね、はい、いやそうだ、だから仲間で復帰いて敵で復帰いて、はい、やっぱ復帰すごかったですか。仲間の時はそんな思わなかったですか、ね、思わなかったですか。そうなんだ。敵になった時に、うん、ちょっと立ち悪かったですね。いや、あの胸板の厚さとスピードと爆発力、フィジカルと、はい、もう止められなかったですかあれ。いやだけど、まあ、やられはしましたけど、うん、止められなかったなっていう記憶ではないです。あ、本当ですか、はい、やられてはいたけど、うん、結局うちが勝ってるよっていうことなので、だけどやっぱ強烈でしたね。あ、本当ですか、まあ、でもこう、ね、後半に向けて今きっと修正するんだと思うんですけど、はい、監督、まあ、これタイプによるんですけど、ハーフタイムの時のこう言い方っていうのは、なんか情熱的にこう言うタイプとこう、はい、こう冷静に言うタイプとかいろいろいるんですか、監督によって。いますね、やっぱり本当に熱い人は熱いですし、うん、なんかこうアドレナリンがすごい出てるような感じの、なんか印象的だったのはもう全然関係ないですけど、オシムさんがもうアドレナリン出まくってめっちゃ選手に指示してて、うん、その選手泣いたことあります、うん。ジェフ時代、ジェフ時代、なんかプロフェッサーでね、教授なんて言われても冷静に言いそうですけど、いや全然、いや情熱的です。情熱的なんだ、はい、めちゃめちゃ印象違かったです、はい、いつもなんか沈着冷静にこう、全然です。選手泣いたんですか。いつも怒ってます。いつも怒ってる。あ、与永アナウンサーから、ドームです、絶対勝ちましょう、お腹空いたのでカレーパン食べたいだよね。いや、さっきから皆さんからのメッセージで、我々のこのカレーパン食べてると、ね、まあ、音まで伝わってるということで。本当だ、すごいですね。食レポ的には正解ですよね、うんうんうん、これはね、うん、音ね、やっぱ五感で感じてもらうっていうね、はい、いやこの時間はもうお腹減ってくる時間なので、はい、まあ、ドームにいる人もご飯食べながら見てるのかもしれませんけども、今日与永さんはコンサドーレライブっていうコンサドーレ公式 YouTube で配信している試合前の盛り上がりを伝える配信番組に出てましたけども、そう、今日はこの後は後半終わったら、ね、21時午後9時からはコンサドーレの公式 YouTube の方でコンサドーレライブアフターザマッチということで、河合隆二さんと3人で羽賀さんと交えてお伝えしますけども、でも羽賀さんの監督歴でいうと、じゃあそのまずオシムさんいましたよね、はい、でコンサドーレに来た時が柳下さんの3年目でしたね、もう終える時でしたよね、はい、3年目で石崎さん、
三浦さん、あ、三浦さん、三浦俊也さん2年やって石崎さん、石崎さん、石崎さん、はい、じゃあまあ4人、まあ主にプロで言うと4人の、ね、はい、全然違います、それぞれ全然違います、全然違う。そっか、じゃあオシムさんは結構それで情熱的に指示出すんですね。で柳下さんも情熱的でしたね。本当、三浦さんも見えて情熱的、全員情熱的ですね。本当、なんか三浦俊也さんもどっちかというとこう教授っぽい感じじゃないですかと思いますけど、うん、めちゃめちゃハーフタイムとかで切れます。切れる、え、どうなんですか選手としては、バーンみたいな感じでみたいな時もあります、はい、へえ、お前ら何やってんだみたいな感じですか。逆に冷静沈着な監督っているのかなっていう感じ、はい、じゃあ石崎さんも、え、そうですね、まあ、その中で言ったらそしたら石さんが一番冷静だったんです、ね、本当ですか。あ、石さんが一番冷静なんですね。あ、そっか、そっか、三浦俊也さんも結構じゃあ、いや、すごいすごい情熱的なんですね、はい、なんか印象的な監督の言葉とかそういう指示とか、なんかこう、まあ、どの監督でもいいんですけどありました。言葉ですか、誰とかは言わないですけど、お前のせいで負けたんだとかって言われますよ。あ、本当ですか。やっぱそれはもうしっかりもう胸に刺さる、自分がチームまとめられなかったとか、そういうプラン通り進められなかったっていうことで、それはもう次の試合に向けてどうなんですか、もう反骨心で。そうですね、モチベーションとしてやる感じですね、うん、じゃ あのお名前は聞きません、はい、じゃちょっと後半始まりましたので、はい、じゃあのカレーパン食べながらで、はい、はい、あの星貝柱食べながらで、お、ファーストチャンスいいんじゃない、これ形いいですね、抜いた、よし、うん、ここですね、ファーストディフェンスね、 ね、これまさに成功ですよね、うん、だけど、まあ、本当に欲を言えば、うん、小前選手だけじゃなくて、うん、金子選手もいけたら取れるチャンスの確率は上がったのかなとは思いますけど、じゃああそこで1人じゃなくて 1,2 っていくような、そうですね、取られた選手だけではなくて、うんうんうん、取られそうだなっていうようなふうに感じている選手が多ければ多いほど切り替えも早くなると思うんで。なるほどね。お、開始早々右から左からいい感じですね。これは勝負するかな。あ、1回戻して、お、切り替えた。さあルーカス1対1勝負、あー、読まれてました、読まれてましたね。でもこうやってね、もう限定して相手出させて、もうこれでまた相手陣内ですもんね、はい、うん、あ、お、出ちゃったか。でもルーカス選手みたいに今ね、地上波の放送でも言ってますけど、やっぱりもう特徴分かってる選手ってある程度こう対策されちゃいます。やりやすいですね。あ、逆にやりやすいです。あ、どうせ抜いてくるだろうなと思ったら案の定抜いてくると、はい、あ、そしたらある程度距離取りますからね。あれで、中に来られちゃうと、うんうん、厄介なんですけど、はいはいはい、そうか、縦に来ないでこう中にとか、ほぼほぼ多分右に足に持っていくと思うんで、うん、ちょっとやりやすいといえばやりやすいですね、うんうんうん、あ、掴んじゃった、これはイエローかな、うん、あ、出ない、出てないか、出てないですね、これ出ないですね、逆に出ないんですね、はい、これは出てもおかしくないぐらいのファールかもしれません、うん。でも今みたいにサイドのマッチアップってやっぱお互い絶対負けられないって感じですよね。そうですね、やっぱり中盤と違ってカバーの距離とかも遠いですし、うんうんうん、どちらかというと本当に前に進まれたくない、なのでまあちょっとつい出ちゃったって感じですね、はい、抜かれちゃって、おおおお、惜しい、来ないですね、あ、これはオフサイドか、これはオフサイドね、惜しかった、今日一番のチャンスと言ってもよかったです ね、あそこまでえぐれるとね、今2人ぐらい飛び込んでましたもん ね、 中央ね、多分高峰選手じゃないですか、高峰が飛び込んでペナルティーになんか2人ぐらいいたけど、
いやでも今本当立ち上がりあれですね、札幌ペースですねこれね。そうですね、うん、いい入りしてますね。危ない、あ俺が入っちゃった。ここで 3-3 ですからね今ね、うんうん、これで1人荒野選手戻ってきて、あパスずれてよかった、はあ、でもコンサドーレはどうしてもこう前がかりになるので、はい、ああいうちょっとこう嫌な取られ方した時ってどうしても人数がイーブンとかですもんね。そうですね、1人足りてないっていうか余ってないんですよね。はい、あジェイ、うわ山下選手も強いですね。そうですね。お抜くか、あ戻った、高峰選手、ジェイ選手がね端っこにいるので中にいたいですよねこれね。あおオフサイドですね。あオフサイドか、うん、でもこういう自分たちの流れの時に点取らないとね、はい、そうですね、この時必ず流れ相手に行く時があるので、うんうん、すごいですね、やっぱみんな上手ですよね今の子たちは。あ本当ですか、はい、テクニック、そうですね、技術的にも高いですし、うん、いや本当高峰選手も田中選手も金子選手もあの、ね、あの大学の代表、大学のユニバーシアード代表で世界大会で優勝しているメンバーなんですよね。もうそうですし、うん、そういう選手がコンサドーレに来てくれるっていうところも嬉しいですしね、うん、本当ですね。あのミシャさんになってやっぱミシャさんのサッカーってこう、ね、攻撃的で魅力的 で、ね、ミシャさんに習いたいっていうねよく選手の話聞くと、だから強くなるとやっぱりあのチームで やりたいと思います、はい、うんうんうん、それこでいい選手が入ってきて、うん、っていう形になるのですごくいいことですよね。だからそれが今度チーム力の向上につながって、はい、今度またいい選手が入ってくるんだよ ね、そこで結果が出続けると、うん、今コンサドーレそのいいサイクルに、ね、そうだと思います、入り始めましたよね、はい、さあこれはピンチですね。あやられちゃった、大谷選手ですね、うん、あ大谷さん、こういう試合で活躍する選手ですよね、うん、あちょっとこうジリジリしたよう なんか年齢近いんで何回か面識あるんですけど、はいはいはい、本当にクセモノみたいな、クセモノ、うんはい、今本当に縁の下の力持ち で、 そうですね、汗かき役で確か36ぐらいだったような、そうですね、僕の1つか2つ下なので、うんうん、ちょっとタイミングずらされた感じですね。そうですね、これは菅野選手はどうしようもないんですかねっていうよりも、うん、そこに入ってこられたところで、うん、マンツーマンではなかったと思うんで、そうですね、だからあれは、まあ、あのこのヘディングシュートではないですよね、うん、これ大谷選手は狙ったのかちょっと分かんないですね、ちょっとね、うん、まあとりあえず反らして何か起こればなっていう形だと思いますけどね。こういうちょっと意図的じゃないようなシュートが決まっちゃったらもう、そうなんですけど1点は1点なんですね、うん、ですね悔しいですね。こういう視点嫌ですね、嫌ですね、相手にこう見事にね、はい、組み立てられてやられたのはまあしょうがねえなって分かるんですけど、なんかこうちょっと割り切れない視点というか、そう、偶然とは言えないですけど、はい、そうなると相手に流れいっちゃうと思うので、そう、勢いよく出てきましたね、はい、でもここですね、まさにここでそこをちょっと耐えないと、うん、落ち着かせて自分たちの流れに、いや本当サッカーってここ面白いなと思うのは、さっきあんなにコンサドーレが、ね、押してたのに、はい、1点やられてやっぱ相手が勢いに乗ってくってね、いや多分コンサドーレもチャンス来ると思うので、うんうん、よしコーナー、うん、あのセットプレーになるとジェイ選手とオルンガ選手のマッチアップが常に、ねはい、攻撃の時も守備の時も迫力ありますよね、はい、この2人はすごい190センチ台ですから、おニャ、うん、頑張れルカス、
コンセッションだけど本当にどこでもドリブルで仕掛けますよね。本当ですね。遠くてもですよね、はい、惜しい。あれ相当ルカ選手は自信あるってことですかね。そうなんじゃないですかね。惜しい。そっか、金子選手に変わって、アンデルソン・ロペス選手が交代。金子選手と交代ってことですね。ジェイ選手ができるだけペナの中にいたいですね、うん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 、外じゃなくて。そうですね、これが逆の方がいいですよね、はい、だけど外に出ても上手なんですよね。そう、なんかジェイ選手って足元の方が得意らしくて、ヘディングそんなに自分そんな得意じゃないんだよみたいな話をされてますけどね。失点した後は、あ、ちょっとこれ危ないかな。止めろ。あー、OK。失点した後ってのはもう一度ちょっとこう確認するもんですか。はい、選手同士でピッチ上で。やっぱり、うん、失点した以上得点取りに行かなきゃいけないので、うんうんうん、まあ、前の選手はリスクを犯しながら行くと思うんですけど、うんうんうん、それに伴って守備はそれ以上にリスクをまあ回避するような。うん、こともしていかなきゃいけないので、やっぱり確認はします ね。 なるほどね、まあ、結局そうですよね。勝つにはあと2点取らなきゃいけないの で、ね、はい、ある程度ちょっとリスクいくと、はい、そうするとやっぱディフェンスはちょっとそのリスクが高くなるん で、はい、そうですね、よりリスク回避を意識するっていう。本当今シーズンクソンユン選手と、あと鈴木武蔵選手というこのチームの柱2人がいなくなる、しかもシーズン序盤でいなくなっちゃったのは、これってチームを作る上でやっぱ痛いですか。そうなんですけど、やっぱりさっきの話じゃないですけど、うん、いい選手が入ってくる分、はいはい、うん、いい選手が取られるっていう反面もありますよね。そっかそっか、狙われる選手 ね、他のチームに、それこそ海外のチームに狙われるっていうね、はいはい、そういうこともやりつつ、やっぱチーム強化っていうのをしていかなきゃいけないと思うので。なるほどね。ちょっとこれは危ないかな。おお、今みたいに本当は複数で囲むってね。そうですね、はい、うん、ああいうふうにサンドイッチ状態にできれば、まあ、取れるチャンスはあるかな。うんうん、でもそうですよね、いい選手が来るってことはチーム内競争も激しくなるし、はい、より移籍市場でやっぱ注目、スカウトも注目するってことですよね。そうですね、今年あそこのコンサドーレ札幌ですごい活躍した選手いるらしいようがどんどん広まるわけですもんね、うん、今はもう本当に J リーグ全体の中プラス海外ですから ね、はい、ね、鈴木選手もねベルギー来ましたけど、はい、先日ね、そうですね、うん、点決めましたね、ようやくね。これは縦一本だけどちょっと長いか、うんうん、でもチームにこう J 選手がいるっていうのは一つターゲットマンじゃないですか。そうですね、はい、当てやすいとは思います、うん、後ろの選手からするとやっぱりこう見やすいし当てやすいし、はいはい、うん、まあ、その中でもやっぱり今みたいな大きなアクションを起こしてもらえると、うんうん、後ろの選手からしたら出しやすいですよね、うん、ボールが、うん、危ないかな。よし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 、あ、クリアが
大谷選手が嫌なところにいるんですよね、やっぱりね、落ちてきそうなところに、はいはいはい、まさに柏のあのアンカーマンですね、真ん中にいますよね、はい、広野上さんからメッセージ、ポジションなどのコアな解説聞きたい、お、なんか今日で言えるとしたら、例えばなんかポジションのコアな解説すごい、どういった方向でいきますか、ポジションのコア、うん、動きについてですかね、動きについてですかね、なんか言えること、もし今日の試合で、今日の試合見てると思うんですけど、うん、ちょっとピンチですね、うん、ちょっと見ましょうか、一人もう今で言ったら新野選手が、うん、あのディフェンスラインに吸収、新野選手じゃないですか、今言ったら最後菅かな、ちょっとやっぱりボランチが、うんうん、ディフェンスラインに吸収されつつあるので、あ、だから本来だったらあそこにボランチが行ってて、そうですね、もう一段前っていうんですか、そうですね、一歩前でブロックしなきゃいけないと、はい、ちょっとコーナーなんで見ましょうか、はい、うん、おー、ノーファールだ、これをね拾いたい、取った、よし、あ、うん、ポジションなどのコアの解説なんですか ねどうしますあの例えば今年のコンサドーレはやっぱハイプレス、前からプレスっていうのと、はい、やっぱマンツーマンでこう積極的にいくじゃないですか、はい、あれだと結局相手によってポジションがいわゆるこう3-4-2-1みたいなのがだいぶ崩れるじゃないですか、崩れますね、うん、はい、こういう時って選手たちこうバラバラになった時でも、まあ、ミシャさんの普段からの多分指導があると思うんですけど、はいはい、やっぱこうなんか意思疎通ってできるもんですか、もうそうですし、うん、それも多分オシムさんと共通しているところだと思うんですけど、オシムさんの時も、まあ、相手をマンツーマンでついて本当にフォーメーションがないような形だったんですけど、うん、やっぱり最終ラインにいいカバーリングできる選手がいたので、はあ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 、そこだけは、まあ、あまり人につかずに、うんうんうん、カバーリングに専念してたっていう部分があるので、穴をどんどんこうカバーしていくっていうようなことでやってたので、うん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 、ちょっとうまくいったのかなと思うんですけど、なるほどね、あまりコンサドーレ今見てると、うんうんうん、3バック自体は崩さないんですよね、うんうんうん、だけど特に穴を埋めるっていうわけでもないので、うんうん、やっぱり引っ張られすぎちゃったりすると、うん、どうしても広大なスペースができたりとか、うん、っていう場面も結構見受けられますよ ね、 なるほどね、やっぱそこは本当オシムさんとミシャさんの、まあ、指定関係というかと思います、うん、はい、やっぱり個で負けちゃいけないっていうところでもありますし、うんうんうん、おー来た、あこれドーグラス選手ね入りましたね、はいはい、で福森選手も入ってきました、岸本社長また出ましたでもそういう、 こう複雑なポジショニングだけど普段からトレーニングしていることによって、まあ、これはあの普段からしているから、まあ、こうすればいいよねって選手同士が頭整理できていればいいってことですね、はい、そうですね、いや時折あのコンサドーレの選手たち僕も見てて思うのはなんかあれ今これ なんか 4-4-2 なのか 3-5-2 なのかよく分かんない状態になったりするんですよね、まあ、マンツーマンなので相手に合わせてっていう形ですよね、うんうん、はい、もしかしたら5枚になる場合もありますし、多分こうなると長いボールが多くなるってことですよね、はい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 、まあ、J 選手もいてドーグラス選手も、はい、で福森選手が入って福森選手のキックがありし、そうですよね、ロペス選手も頭背高いし、うん、そうですね、前線の3人がもう本当185センチ以上なんで、はい、ちょっとそういうロング目のボールが増えるかもしれないですね、こうなった時にやっぱりあのもちろん
監督の意図は分かるんで、はい、あの後ろの選手たちは多分 その、うん、そういう話とかそういう練習もしてると思うので、うんうん、割り切ってやる場面ではあると思いますね、うんうん、となると多分その周りを動く駒井選手とかが結構キーになってくるのかなと思いますけど、うんはいはいそうですよね、だからそこのこう間をつなぐタイプの選手は、うん、もう少し高いボールに対してのこぼれ球、うんはいはいはい、っていうのを拾う場面が増えてくると思うんで、うんなるほどね、でここはまさにチーム あのコンビネーションですよねその、はい、みんなが背高い選手とか足速い選手だけでもダメだしっていう、ね、そうですね、はい、以前あの砂川さんが前回7月のこの配信の時に来てくれたんですけど、はい、その時にやっぱりあの砂川さん言ってたのはあのミシャさんの練習の時の複雑な練習をするから、はい、本番の時が楽って思えるっていう選手が言ってたんですよね、うん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 、そういう話を砂さん教えてくれたんですけど、はい、やっぱりそういうところありますありますね、うん、あちょっと来たね、まあ、来たねあし楽っていうよりも、うんなんか練習が本当に予習みたいな形なので、うん、本番にその先ほど見ましたけどそういう場面が出てくるので、うんうんうん、あこれやったなっていうのが分かるので簡単に崩せたりとか、ね、簡単に守れたりっていうのは多々ありましたね、はいはい、なるほどねあそれはオシムさんの練習の時も、はいはい、なるほどねさあ福森選手のコーナーキックでここ楽しみですね、ここ楽しみですね背の高い選手が、まあ、キム・ミンテ選手も含めて 4,5 人コンサーはいますからあでもまだあ戻すかでも残ってるんでそうですね蹴りますよねおオフサイなし、ね、なしなし入れた打てない打てない打てないあでも今みたいに本当シンプルにあれだけで迫力ありますね、はい、そっか福森選手はギリギリ今オフサイドじゃなかったですね、はい、これね惜しかったなさあチャンスちょっとと流れ来たんじゃないですか本当に触れないですねちょっとさっきからあのちょっと当たってないですよねショートとかやってもいいかもしれないですねあなるほどなるほど出た面白いのホイッスルなもうちょいボール前に出しとけばってとこじゃないですか、ね、ちょっと今微妙でしたね、はい、もう一歩って感じですねでも今まさに流れが今ちょっと札幌に来てるんで、はい、ここですねこういう時に1点取って一気に流れをお早めに入れてきてお、あもう一個奥菅選手空いてますよね、うんうんうん、あ、飲水タイムですねおちょっと今、まあ、1対0でビハインドですけども、はい、でも前に迫力のある3人がいてちょっとこう今流れ引き戻してきたかなみたいな感じですかね、はい、やっぱり多分それになるとその3人だけマークすればいいやっていう形に相手も割り切ってくるので逆にあのもう一個外とかその下にいるスピードある選手とかっていうのも使っていけたらいいんじゃないかなと思いますけど今年は、ね、あの過密日程でこうやって試合中に飲水タイムを前半と後半に1回ずつ入れるんですけどこれどうですかあの流れとしては流れがいい時にやられるのは嫌です、うん、で今まさにそんな状態になりましたよね、はい、流れが悪い中でやってもらえると、うんまあ、ベンチ的にもそうですし、うん、いいことだと思いますけど確かにあのピンチの時はねちょっとほっと一息、はい、ちょっともう一回リセットできるっていうのがありますもんね、はい、今中継映像は
明治大学の小柏選手映ってましたけど、そうですね、もうちょっとしたら多分スピードある選手出てくるんじゃないですかね、うん、白井選手とか、はいはいはい、なのであと2人交代ですね、今、はい、5人交代まで許されてますので、まあ、小柏選手か白井選手か、そうですね、うん、お、あ、出ない出ない、お、追いついた追いついた、すが、あ、上げちゃう上げちゃう、おー、できたらあの高い位置を菅選手が使えると一番いいですよね、うんうん、そうですよね、で菅選手が上げて中に J 選手がいる、あ、よかった、 あと、まあ、20分少々ですけども、こうなってくるとあれですね、あのディフェンス陣はさっき言ってたリスクマネジメントというと、ちょっとカウンターだけは気をつけなきゃいけないですね、そうですね、はい、うん、そうですね、こういうとこから入れたいですね、よし、右足、お、左足、うん、あ、戻したか、あ、お、上げた、おお、まあ、でも可能性をちょっと感じましたね、今ね、菅選手縦に行ってほしかったですね、今下げた部分、うんうんうん、当たり前ですけど、なかなかまともにヘディングさせてくれないですね、うん、拾え、うーん、そうですね、前に7人ぐらいいますね、4人いますね、うん、4-3ですね、これで中、あ、中2人だ、かぶったらやばい、おふう、で相手はやっぱシュートまでいってるんですよね、そうなんですね、あ、なるほど、だ相手は1点勝ってて、はい、後半この時間帯で、まあ、シュートまで行ってリセットできればいいってことですよね、はい、なるほどね、だコンサートで、あー、オフサイドか、確かにシュートまで行きたいですね、そうですね、うん、前半もそうですけども、ある程度形作ってるなと思ったけど、あの蹴って終わってないんですよね、シュートして終わってないっていうところが、はいはい、まあ、相手も選手を変えてきますね、うん、まあ、残りこうやって20分切ってくると選手交代でまあガラッと雰囲気が変わると思うんですけど、はい、まあ、相手は同じポジション同士の交代なんで、あんまりこう陣形は変わってこないですよね、ですね、まあ、だけどフレッシュな分、うん、ちょっと怖いですね、そうですね、カウンターは本当気をつけたいですね、うーん、うんうん、だけどなんとかここまで抑え込んでますよね、うん、オルンガ選手、あの前半の2回ね、はい、危ない場面ちょっと作られましたけど、それ以外は確かにキム・インテ選手がこう、はい、いい形でうまくつかず離れず、あ、こういう取られ方すると、そうですね、まあ、仕掛ける場所もそうですけど、うんうん、ちょっと遠目でしたけど、本当ルーカス選手はドリブル好きなんでしょうね、もうどんどん自分でいきますね、変わったヒシャルジソン、これは、あ、戻りオフサイドですかね、何ですかね、小柏選手、ね、お、小柏選手来た、いいですね、お、
なんかお父さんと息子って感じですね、なんかね。めっちゃ腹筋見せてますね。腹筋見せてますね。あとはこれで4人目の交代。あ、でも宮澤選手用意してましたね。それで5人目ですよね。そうね、これで5人になりますね。そっか、白井選手じゃなかったですね。ないってことですね、そしたら。こういうとこですね。あ、取って OK。 おお、蹴った。おお、でもちょっとあれですね、この時間ちょっと間延びしてきたっていうか。そうですね、うん、はい、ちょっと放り込む位置が低いですよね。ああ、そっかそっか。 OKOKOK。多分あのディフェンスラインが、相手のディフェンスラインが下がる分、はい、うん、長い高いボールじゃなくて、うん、逆に言ったら足元のくさびのボール入ると思うんですけど、うんうん、なるほど、うん、そうですね、これくらい間延びしてるから、今福森選手からちょっと低めのボールあったと思うんですけど、うん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 、あそこで多分起点できてくると面白いですよね、うん、なるほどね。これで、あ、これは、あー、コーナーか。うん、もう展開的にはもう1点返して勝つなら 2-1 みたいな感じですね、はい、もうこれはでも取りづらいですね。さっき菅選手が引っ張ったのもそうですけど、まあ、なかなかイエローもファールもあんまり取ってくれないですね。まあ、そういう今年はレフリングってことですもんね。そう、今年のレフリング、ね、それ分かってるんだったらやっぱり選手も倒れないっていう風に、うん、持ってかないと、うん、損ですよね、だからね、はい、いや、サイド OK。 あー、中が上げていきますよね。本当選手の声聞こえますね、はい、うん、OK。 助かった。で、福森選手、駒井選手、出る？お、出た。お、蹴ってくる。あ、惜しかったですね。惜しいですね。せっかくアプローチしたんですけど。おお、あ、これはファウルですね。さすが杉野選手、あそこクリアしないでつなぐところがね、プレッシャーあっても当たり前のようにつなぎますね。お、これで小柏選手と宮澤選手。でも本当大学トップレベルのフォワードっていう評価なので、はい、そんな彼が。白井選手はまだコンディションが上がってこないんですかね。あ、白井選手ね、サイドで、いや、今シーズン途中から出て流れ変えるなんて場面もあったんですけどね、はい、監督の意図は どうなんでしょうね。前にこう高い選手がいるから小柏選手みたいなちょっと小さい選手でこう動ける選手を近くにみたいなことなんですかね。どうなんですかね。多分右サイドに入ってるんで、あ、サイドの仕掛けじゃないですかね。そうかそうか、じゃあサイドからの仕掛けってことですね。仕掛けでクロス。あ、じゃあ今ルーカス選手と変わりました、はい、ルーカス選手と変わってそのまま、まあ、システムが変わってなければ、うんうん、右サイドでってことですね。そうですね。変則的な343みたいなダイヤモンド見たくなってますね、うん、あ、そうですね、3人いて3枚ですよね。そうですね、10番なんか宮澤選手がアンカーっぽい形にいて、はいはい、
スリートップの下に駒井選手ですね、うんうんうん、でここ右ウィングバックに小柏選手ですよね。これが小柏選手ですね。分かんないですねやっぱり。なんか こ, う、ね、こうなってくるとすごいあのなんか433っぽくも見えるし、あーちょっと大きかったか。でもどう考えても前に人数を割いてますよね、はい、今ね。となるともうちょっとサイドが高い位置取れればいいですよね。いやあの本当に中心の3人が体格大きいんで、はい、やっぱクロスって有効ですよね。やっぱね、一番苦しい時間帯ですけどね。本当ですね。ラスト10分で、あこれですね。これも、まあ、いわゆるボールウォッチャーですよね。ボールウォッチャー、うんうんうん、マーク誰が見てるのか分かんないっていうのと、うん、結局今ボール出す選手のことしか気にしてなかった。もうそうボールに対して2人行ってるんですけど、うんうんうん、誰も行かないし見てるだけっていう状況、うんうん、あーボールウォッチャーか。あこれはないですね、ないですね。これは、うん、うん、いやいい位置ですね。頼む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 、ちょっと来ないと打たれますね。打たれない。うおっよくしのぎましたね今ね。今誰ですかね、対応した選手最後とギリギリまで我慢しましたね、うんうんうん、あれ行っちゃうとオルンガ選手使われるってことですよね。本当にいいタイミングで行ったと思います、うん、今誰だろう今の、まあ、もちろん菅野選手のビッグセーブありましたけど、うんうんうん、今のあのタイミングじゃないと多分危なかったですね。あの駆け引きはまさに、はい、あ、うー我慢のディフェンスでしたね。そうですね、今のね、これは普通であればもうちょっと早く出てってもおかしくなかったんですけど、うんうん、まあ、でもこれ1点取りに行くってことはこういう場面がどうしても増えちゃうんで、ね、多くなると思いますね、はい、なんで本当に後ろもう1点取られたら終わりって思うつもりでやらないと厳しいですね、うんうん、そうですね。いやそうですね、右サイドに小柏選手入ってますね、はい、そうですね、どんどん仕掛けてほしいですね。うん、お小前選手剥がして一人剥がして、おーおーおー、あうまいっすよ。だけどねこういうとこもね大谷選手ファールでもう分かっててファールしてるわけですよね。はい、うん、まあ、逆に打つと剥がされちゃうと危なくなるからってことで、オフサイドですね。これはちょっと出てたかな、ちょっと早かった、うん、だからタイミング的にはすごいギリギリのタイミングでしたけど、うんうん、やっぱりなんか中盤の選手が持った時の、うん、前の選手のアクションが少ないんですよね。やっぱりいい形で持っても、はい、ただ手を挙げて、うんうん、あのよこせって言ってるだけで、うんうん、裏なのか足元なのか頭なのかとかっていうアクションが少ないので、うんうん、多分出しづらいんじゃないですかね、うんうん、後ろの選手も。前の選手がこうパスコースを作るようなアクションを、はい、人数は揃ってるんですけど、うん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 、そのアクションが少ない、出入りだとかそういうものが少ないので、うんうんうん、なるほどね。である程度そういうアバウトな前方へのキックになっちゃうとディフェンスとするとやりやすくなるわけですね、はい、こういう時の前の3人のアクションが欲しいってことですね、うん、あのもっと斜めに走ったりとか、うんうん、降りてきたりとかっていうことがあるといいんですけど、今の場面だと誰も走ってないんで、そうですね、結構出しづらいですね。顔が上がっても動く気配がないので、うん、1人じゃあこう引いてくるのか、そうですね、こうやって足元もらって、そうですね、はい、うん、ちょっと今連動しましたね、はい、こうなってくるんだったらもうサイドに当てて
もう上げるしっていう形になると思いますけど、もう相手今完全に 5枚ぐらいいますもんね、ディフェンスがね、はい、この時間でだけで嫌な交代ですよね、小屋選手、はい、相手もフォワードですよね、小屋選手、小屋選手も今シーズン、うん、点決めてますもんね、キープして福森選手からのクロス、はい、おー、ジェイがコーナーキックだろうとアピールしたけど違うんですね、本当にいいキックしますよね、よくね、本当 J リーグ代表するキッカーだって言いますか、キックは本当にそう思います、彼は本当にあの中長距離のパスがすごい性格ですよね、はいはい、去年か一昨年ぐらいに僕大宮に見に行ったんですよね、その時にフリーキックで2発かな直接決めた時、はいはい、すごかったですね、よし取った、ここであれですね、どんどん追い越す選手が、小頭選手見ますけど、そうなるとやっぱり、白井選手とかすごい効いてくると思うんですけどね、うんうんうん、そうですよね、サイド、あクロスかな、今クロス、ニアにクロスじゃないですか、うんうんうん、ジェイス選手へのクロスだったんですかね、うん、面白いですよね、だけアイデアとしては、うん、いやナイススーパー、ここでキープして、おーっと、あーファールもらえないですね、ちょっと横幅を大きく使いたいですよね、うん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 、それこそ菅選手とか福森選手がいい角度からのクロスが、ね、はい、上がる角度のところまで、あ、これはファールか、相手はね、こうやってゆっくり時間使いますよね、いやもうこうなってくるともう体力はもうかなり限界だと思うんですけど、こういう時ってどうですか、ラストでも1点取らなきゃいけない、ちょっとこう頭の整理として、やっぱり長いボール入れるんだったら入れるで入れる場所ですよね、うんうんうん、やっぱり低い位置だと相手守りやすいんで、うんうん、なるべく角度がつくところから入れるっていうことと、うん、本当にセカンドボール、うん、あとはカウンターへのケア、うん、ですかね、うん、やっぱり疲れてる中なので、うんうん、逆にその菅選手とか小頭選手が高い位置で仕掛けてほしいなと思いますけどね、うんうんうん、そうですよね、これもう1点失点してたらもうおしまいなので、はい、後ろの人はやっぱなかなかちょっと無理が効かない時間帯ですよね、はい、だから前の選手がその1対1が勝負できるんだったら、そうですね、うん、はい、後ろはまあ最低でも4枚は残っておかなきゃいけないと思うので、うん、4バックなのかな、そうですね、4バックにも見えるし、うん、3枚にも見えるし、いや、そうなんですよねまさに3と4の 変則的な感じなんでしょうけど、相手はこうやって時間稼ぎますよね、うん、ノーファール、ノーファール、ここですね、だからまず、はい、早めにサイドにつけたいんですけど、ね、ね、サイドのサイド、そうですね、今福森選手上がってきましたけど、はいはい、うん、こうなっちゃうと、ここでだけど一対一は厳しいと思うんですよね、おお、行った。難しいですね。ドーグラスへのパスだ
ったんですか、浮き玉だったんですか。うん、いや福森今頑張りましたね、はい、うん、ああもう早めに来ますね、ドゥーグラスを使う、これで突破してくれたら楽ですね。そうですね、仕掛けてほしいですね中に、うん、うん、もう本当に柏は守るだけって感じですかね。もう 7,8 人かけて、あにやかこの辺から上げれば可能性あると思うんですけど、うん、今いい筋でしたよね、はい、なんか軌道が、お、行った、いいですね、あファールか、そっか西田さんもライン超えてアピールしてましたけど、あ注意した、あイエローカードかなんか出たかな、まあファールですよね、まあ今どうなんですかね、今シャツ引っ張ってたんで、そうです、うん、ギリギリ、確かに今どっちがファールって難しいですね今ね、うん、多分そのままボンってぶつかってれば、うん、コンサドーレもらえたと思いますけど、うん、そこでギュッて引っ張って倒しちゃった感じになっちゃったんじゃないですかね、 あららコーナーですね、落とさない、うん、OK、震度出てないですよね、震度はそうですね、あ抗議をした震度選手、ああベンチに下がった進藤選手がってことですかね、はいはいはい、あなんて言ってんでしょうね、出ちゃったよと次お前行けよって次お前行け、あそういうことか、もう俺次退場しちゃうからまあでも相手はこれゆっくりやりますよね、アディショナルタイム5分ですが長いですね、まあ、ディフェンダー入れるっていうことはまあもちろんこの1点守りきるんですね、はい、でもあの前の3人がああいう、ね、能力ある選手なんで、はい、一発なんかあれば一発あると思いますね、うん、本当可能性ありますよね、うんうん、これはファールですね、よしよし、まあ、この位置だったら柏もね、うん、全然怖くないですからね、そうですね、ここから仮にロングボールでも、はい、もうだから4分しかないんで入れるんだったら入れてほしいですね、うんうん、もうそうですね、福森選手ここ割り切らないとダメだと思うん で、うん、ですね、で全員上げてもうこぼれ球も拾うってことですね、全部蹴っちゃっていいと思いますね、うん、お勝った、なるべくゴールに近づく、いよいよよし、お上げてきた、あーこれはちょっと、うん、福森選手後ろの選手にとって今すごく嫌な時間ですよ、嫌ですねこれね、もう1対1ですからね、うん、あこれでもうピンチになっちゃうんで、うん、まあ時間稼いで、うん、あこうコーナー狙ったんですけど取ってもらえなかったですね、ここちょっと走らないときついですね、うん、そうですね、これでこぼれ球絶対取られちゃダメですね、これ絶対、うん、おー小柏選手か、うーん、んまだですね、ああオフサイドですね、何ですかねこの笛、これは何でしょうね、ああ遅延行為で今イエロー出たかもしれないですね、ああキーパーに出てましたね、結構ありますよねこういう場面って、うん、だけどなんか普通の試合の流れでは出ないじゃないですか、あなんでこんな早くやってるのに出るのかなって思う時もあるんですよね、ありますよね
なんか空気感でしょうね、レフリーの。あー、明らかに蹴れるでしょっていう状況と判断されてる、うん、多分 0-0 でやっても、うんうん、何も出ない、ね、そうですね、 0-0 だとねイーブンなん で、うん、そうですね、1で、まあ、1点勝ってる方ってことですよね。よし、よしよし、この後なんですよね、クロスの後なんですよね、これここが、はい、ね、はい、拾えてくると、うん、これ組み立て直して、あ、戻しちゃうか、そうですね、まあ、でももう上げるしかないですよこれね、うん、もう、ま、真ん中でも真ん中ですね、うん、で拾われちゃうんですよね、うん、よしよし、じゃあもうラストですねこれね、終わり、違いますね、あ、柏の選手にイエロー出てる、頼む、よし、まだまだ4秒来た、こう拾いたいですね、ん、ファールか、ね、いや、あ、しかも相手ですよね、上手に体入れましたね、そうか、うん、この後しばらく来ますよ、うん、いや残念、すいません、頑張りましょう、いい、いや一旦これは配信は、あ、配信、あ、一応配信撮りますよ、一回撮りましょう、はい、さっきと同じでしょ、はい、一回撮りましょうか、はい、1対0で負けました、悔しいですけれどもね、まあちょっと後で、はい、後ほどまた配信でありますので、はい、羽賀さんから解説いただきたいと思います。では一旦ここで配信ストップさせていただきます。
はい、時刻は9時になりました、はい、コンサドーレの公式 YouTube をご覧の皆さんこんばんは、この時間はですね、いつもあの試合前に、試合会場からライブ配信しているコンサドーレライブ、そのアフターザマッチということで、まあ、これ初めての試みになりますが、試合後にコンサドーレサポーターの皆さんと共に、今日の試合を振り返りながら、そして今後の展望などね、忌憚のないご意見もいただければなと思いますが、でこの時間もですね、先ほど、HBC とコンサドーレ同時配信していましたが、YouTube でお伝えしていました。引き続きゲストはコンサドーレ札幌 OB の芳賀博信さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、改めてですが、まあ、現在は、ね、NPO 法人の、セカンドサポートの理事長をしていて、はい、まあ、普段は、NPO を通じてスポーツを通した地域貢献されているということで、まあ、最近はちょっとずつ活動が、そうですね、はい、出てきています、出てきているということです、はい、ブラインドサッカー生あら北海道も運営してますので、はい、で今もゴールキーパーとして一応、はい、やらせていただいています、はい、現役の選手ということになりますが、で司会進行は私 HBC、アナウンサー堀吉智で進めていきますけれども、この後ですね、河合 CRC、先ほど地上波の HBC の中継で解説をしていた河合隆二さんも準備が整い次第札幌ドームから、はいはい、中継を交えて参加してもらうということになります、3人で進めていきたいと思いますが、あ、河合さん準備できました？できました。準備早いですね。早いですね。聞こえてます？はい、聞こえてます。あ、大丈夫ですか？はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大丈夫ですか？今画面がちょっと、あ、見えてない。はい、はい、バッチリ。こっちは河合さんの YouTube ではこういう画面ですか？そう、今 YouTube でこう2画面になってますね。はい、はいはい、大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは中継の解説お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろとこの後詳しく振り返っていこうかなと思いますけども、まず今日今終えてどんな気持ちですか？まあ率直に言ってやっぱりこのクラブの人間として、はい、結果もう本当に悔しいですよね。悔しい、うん、まあ、試合内容もそうですけど、うん、やはり負けた試合の後っていうのはこういうふうにちょっとドヨーンとしてますね。今ドヨーンとしてますか？ちょっとしてますかね。いつもの元気な河合さん100としたら今どれぐらいですか？今20ぐらいですか、ね、20随分低いですね。随分低いですね。でも今ハゲさんとちょっと打ち合わせしたんですけど、はい、もうこのね公式 YouTube でみんな今まさに皆さんと今こう全道全国のコンサファンと今時間を共有していると思うので、なんか明るく反省会してきません？そうですね、うん、はい、まあこう振り返って も,、うん、もう結果もう負けてしまったので、そうそう、次に切り替えるために明るくいきましょう、うん、はい、はい、なので、まあ、今日の試合もいろんな気づきがあったと思いますけども、芳賀さん改めて今日の試合見ててなんかこうまず率直な意見として、本当に率直な意見を言わせていただくと、結構コンサドーレのゲーム、ミシャさんの試合って楽しく見させていただいてますけど、うん、今日は想像よりもやっぱまあ疲れもあったのかなと思う中で、躍動感がなくて、うん、少し時間帯的には退屈だなって思う場面も多々あったかなと思います。これ今ちょうど水曜日と週末の試合の10連戦なんですよね。その今9試合目だと思うので、次の神戸戦までがもう水土日の10連戦なので、ある意味一番疲れてる時かもしれませんね、河合さん。そうですね、ホームでの連戦だったので、まあ、その辺はまあ少し期待はしてたんですけども、まあ芳賀さんおっしゃった通りちょっと重たい印象はありましたよね。この辺のこの躍動感、本来のもちろん躍動感にはまだまだ今日の試合パフォーマンス追いついてないと思うんですけど、これって河合さんやっぱり連戦っていうことなのか、それとも気持ちの部分なのか、どうですかね。まあどっちも言えるとは思います、正直に言うと、うんうんうん、まあ疲れももちろんですし、まあ今結果が出てないので、まあ選手としてはすごくストレスを抱えてる、そういう中でプレーすると、まあインテリジェンスなプレーっていうのがちょっとクリエイティブなところ、想像力っていうのはなくなってくると思うので、うん、なるほどね。今ライブ配信のこうチャットにですね、ユートスさんからメッセージが届いたんですけど、はい、やってることが間違っていないのはものすごく理解できるのですが、はい、ゴール前のクオリティが
こう戦術に追いついてないと思うのですが、見解を聞かせていただきたいということですけれども、はい、なかなか厳しい意見来てますね。どうですか。まあその通りの今、まあ、結果が物語ってるとは思うんですけども、うんうんうん、まあ、ラストプレーの精度ですよね。やっぱりこのゴール前3分の1入った後のクオリティをやっぱり高めていかないと、うんうんうん、まあ、パス1つのズレがやっぱりその2つ3つ先に、まあ、ミスになってしまうので、うんうんうん、まあ、一つ一つのプレーをやっぱりこう練習でどれだけ集中してできているか、そこは大切になってくると思いますね。なるほどね。あの今日の例えば試合振り返った時に河合さんが挙げたいと思う気になるプレーとかあります？はい、あります。前半後半。後半ですね。後半、はい、後半のシーンなんですけども、ちょっとあの VTR この後出ると思うんですけど、見る前にちょっと軽く解説してもらってもいいですか。はい、あのルーカス選手からのクロスに、まあ、金子選手は飛び込んだんですけども、ほうほうほう、まあ、一番ゴールに近づいたシーンかなっていうところですね。まあ、分かりやすくその場面をピックアップしてみました。うんうんうん、映像出ますね。はい、出ました。そうですよね。うん、まあ、ここ触ればもう危険だったので、進藤選手も詰めてますし、まあ、こういう分厚い攻撃を続けていくことっていうのは大切になってきますよね。この場面見るとペナルティエリアに3人、ここで4人、5人、6人、7人ぐらいもうペナルティ周辺にいますもんね。はい、まあ、こういうところが必要ですよね。やはりペナルティにエリアにこう人が多く入ってくると、うん、敵ディフェンダーとしても嫌なので、まあ、その J 選手を狙うだけじゃなく、その前後に1人入るとかニアで潰れる選手が出てくると、また攻撃の幅は、得点チャンスっていうのは広がってくると思います。羽賀さんもどうですか、今のシーン振り返ってみて。まあ、全体的に今日の試合通して思ったんですけど、中に入っていく選手が少なかったのかなと思います。まあ、クロスの入れる場所も結構浅めのところだったので、多分今日の試合で一番あのルーカス選手が出したところが一番深かった、うんうん、まあ、それが1本だけだったんですけど、まあ、その数を増やしていけて、なおかつ中に人を増やすことができれば、もうちょっと得点に近いシーン生まれたのかなとは思います。あの河合さん、今ずっとこうコンサドーレがなかなか勝てていない中で、本来こうリスク負ってでもゴール前に突進していくというか、厚みを持って攻めるじゃないですか。はい、でも今日ちょっと確かに、攻撃的なスタイルからすると疲れなのか、あのやっぱり連戦で、まあ、勝ちが結果出てないってことで心の部分なのか、ちょっとブレーキかかっちゃったのかなと思うんですけども、その辺ってどうですか。そうですね、うん、追い越すシーンっていうのもそこまで見られなかったので、うん、まあ、そういうところの迫力はもうもっともっと見せられたかなとは思いますね。こういうのってどうなんですか、試合通して、いつもの僕らの攻撃的なスタイルじゃないなって選手たちもちょっと気づいてたりするもんですか。そうですね、まあ、ボールは支配、まあ、できてる時間もあるので、うん、まあ、その辺はちょっと錯覚してしまうんですけど、まあまあ、前半もちょっとあったんですけど、まあ、シュートを打ててないと、うん、そこも我々ちょっと感じてなかったところなので、その辺はやっぱりこの温度差っていうのはあるのかもしれませんね。いや、さっき試合中に羽賀さんとその辺のシュートってあのキーワードでちょっと話したんですけど、相手の柏はそんなにたくさんチャンスをたくさん作ってなくても、シュートで終わってると、はい、でコンサドーレなんとなく支配してて攻めてるんだけれども、そういう形を最後まで作らせてくれないで終わっちゃうみたいな場面があったんです。ここどうです。まあ、その通りで、うん、ブロック541のブロックを崩しきれてなかった、うん、そして奪われ方もやはり良くなかったですよね。うんうん、まあ、相手のカウンターは、まあ、3バックも必死で守ってましたし、うん、まあ、集中はしてたと思うんですけども、うん、まあ、セカンドボールがやっぱり拾えてなかった印象ですよね。なるほどね。はい、で続いてはじゃあ羽賀さんの気になる今日のちょっとプレーを振り返ってもらおうかなと思ったんですけども、はい、ちょっとこの後 VTR 出ますが、どんな場面で、カウンターで、キム・ミンテ選手が柏の選手と2対1になった場面、うんうん、あの大ピンチの時です、まあ、はい、菅野選手が最後ビッグセーブで防いでくれたシーンなんですけど、はい、じゃあ VTR ご覧ください。
これで取られたんですね。そうですね、まず取られ方が悪かったっていうこともありますけど、このギリギリまでキム・ミンテ選手がオルーナ選手を消しながら行くんですよね、僕としては多分このタイミングで行かなかったら、オルーナ選手にも出されちゃうし、シュートコースも空いてたんじゃない、もっと空いてたんじゃないかなって思ってるんですよね。ちょっとずつ詰めてるんですけど、まあ、非常に難しいシーンでしたよね。河合さんどうですかこのシーン。はい、僕もあのミンテ選手と同じような守り方もしますよ ね。多分得意なプレーだと思うし、結構このシーンはしびれたんですけど、はい、数的不利を防ぐっていうのはディフェンダーにとってはもう快感ですよね。あ、本当にミンテ選手考えまくったと思うんですよ、タイミング的に。はい、もっと早かったら多分オルンガ選手に出されてたし、出されてますね、もっと決定的なシーンを作られてましたよね。まあ、最後まで非常によく我慢したなっていう。で最後もスライディングでコース切ってるので、まあ、清野選手もこうコースは限定できたのかなっていう印象はあります。あれを本当に決められてたらっていうところのシーンだったと思います。そうですよね、はい、あれだから決められてたら2点目の失点だったと思います、はい、じゃあもう一度ちょっとその VTR 見ましょうか。ね、取られた位置はちょっとやっぱ良くなかったですね。そうですよね。これですね、キム・ミンテ選手はオルンガ選手気にしながら気にしながらちょっとずつちょっとずつ詰めんですよね。すごい駆け引きしてると思うんですよね。で今度はあの柏の選手からのアングルになりますけども、ね、そうですね、最後全てですね、確かにこれ俯瞰から見ると最後もうあの選手は打たざるを得なくなった感じですかね。そうですね、パスのコースがなくなった感じですね、はい、最後は。そうですね、うん、はい、今、チャットの方にメッセージ来ました。試される大地さん、羽賀さん、河合さん、サブにおいてベンチから勝つ入れてもらおうっていうメッセージ来ました。羽賀さんと河合さんにサブにいてもらって、ああ、ええ、でもあれですね、多分吠えすぎてイエローもらうんじゃないですか。いや、サブじゃなくてスタメンで出たいですよね。まあ気持ちはありますよ。いや、でもどうですか、あの引退されてこう、まあ、ちょっとだいぶ経った羽賀さん、はい、であのまだね2年ぐらいしか経ってないあの河合さん、こういう自分がだったらってやっぱ思ったりします、ああいう場面見た時に。思っちゃいますね、うん、自分だったらどう守ってんだろう、うん、どういう展開にしていこうっていうのは考えちゃいますね、うん。まあ、それがもちろんあの選手のこうなんつうんでしょうね、自分たちの時代のサッカーと今のやってるねあのミシャさんのサッカーちょっと違うかもしれませんけれども、はい、やっぱりこう元選手としたら、うん、もっと違う選択肢あったかもしれないとかいろんなこと考えます、見てて。見てたら、はい、考えちゃいますし、こう思いついちゃったりもしますよね。選手離れてみて気づくことってありました？ありますね。多分選手離れてからの方がサッカーに対して、うん、プレーに対してもそうですけど、いろいろ考えるようになって、あ、そうですか、なんかこの考え方でやってたらもっと上手くなれたのかなとかって思った時もありました。あ、本当ですか。その気持ち河合さん分かります？分かりますね、はい。これどうなんですか、現役の時はやっぱりこうちょっと視野狭くなっちゃってるっていうか、もう目の前のことに必死ってとこなのかな、それはどうなんですか、ね、それもあると思いますね、うん。まあ、自分を追求していくだけでこうサッカーをこう第三者の目で見たことがなかったので、あ、まあ、その辺は勉強になってますし、うん、なんかこうもっとこう僕の経験を生かせたら、うん、こうもっとうまくいくのになって思ったりしちゃいますかね、うん、はい。じゃあちょっとあのここでですね、今日の悔しい失点シーンを振り返りたいと思うんですけれども、はい、じゃあ VTR お願いします。これは大谷選手、まあ、シュートは狙ってないと思うんですけどね、まあ、来たボールをそらすっていうのは、まあ、そのニアサイドのセオリーなので、まあ、そらしたボールが、まあ、飛んだところがもうめちゃくちゃ悪かったとしか言いようがない。羽賀さんもどうですか。まあ、そうですね、もう本当に自己的な失点だと思います、うん。まあ、セットプレーだとああいう失点はまあ起きる可能性はありますよね、うん。まあ、言っ
ったら、まあ、そのディフェンスラインが下がる分、うんうん、まあ、ボール飛んできたボールに対しては行かなければいけないので、うんうん、まあ、多分荒野選手でしたかね。荒野選手がちょっとずれて下がったところですよね、うんうん、まあ、ボールを見て判断、まあ、今だからこそ分かるんですけど、うん、まあ、そこも、まあ、荒野選手ボールに行けてたらまた違ったのかもしれないですね、うん、同じくどうですか。でもしかしたら分かんないですけど、うんうん、ベイソルの方がそういうところを研究してそこに蹴ってきた可能性っていうのもあるこれかもしれないですね。まさに相手チームのストロングポイントでいうとコンサドーレはあの攻めてる時のフリーキックもあの守備の時のこう守りも結局ヘディング強い選手多いじゃないですか、はい、やっぱ相手はそこを工夫してきますよね。そうですね、うん、まあ、スカウティングでセットプレーの練習とかもしてますし研究はされてますよね、うんうん、だちょっと高めのボールを上げたところでもちろんジェイ選手まで戻ってるし、あの、ね、進藤選手とか福森選手とかヘディング強い選手いるんで跳ね返されるんだったらやっぱり あえて低いボールっていうのもじゃあもしかしたら意図としてはあったかもしれないということですね、はい、そうですね。もう1回じゃあ VTR 振り返りましょうか。ジェイ選手もそうですね、ジェイ選手もいるし、あれ今見るとあれですね、江坂選手も前に走ってましたよね。そうですし、多分あのラインの中から降りてきてるんで、うんうんうん、難しいっちゃ難しいですけど、そのまま高峰選手がボールに対してついていってもよかったのかなって、まあ、たらればですけど、うん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 、やっぱりゾーンを意識すると下がらざるを得ないっていうのがあるので、なるほどね、蹴る瞬間は下がりますからね。そのギャップ狙われた可能性はじゃああるってことですね、うん、ありますね、はい、実際こういうあれですか、あの得点シーンとか失点シーンっていうのはもう一度 VTR 見てミーティングとかでは活用するもんですか。まあ、あの自分でも振り返りましたし、うん、こうチームとして振り返りますね、うん、まあ、ここはどうしたらいいとか、うん、そういうみんなでこうディスカッションしてっていうのはありましたね、うんうん、あの今シーズンのコンサドーレはあの本当に3年目でパス回しも本当成熟してきて、あのホームのマリノス戦か、はい、3対1で勝った試合で本当に、ね、内容も結果も完璧であんな試合ができていたのにそこからあのホームゲーム全然勝ってないんですけども。そうですね、はい、あ、まあ、本当に、まあ、あのマリノス戦からそこを戦術っていうか戦い方もだいぶ変わったので、もともとやりたいサッカーって多分ミシャさんはそういうサッカーだと思うんですよ、うん、ハイプレスって掲げてましたけど、まあ、そこでマリノス戦でうまくいったことが、まあ、ちょっとずつこう剥がされてきちゃってるのかなっていうのはありますね、うん、あの本当に90分通して体力を必要とするようなサッカーしていると思うんですけれども、もちろんあのこれは続けていくと思うんですけれども、はい、どうですか結果っていう現実と理想っていう、まあ、成長もあるでしょう、ここは今迷ってるというか、まあ、やり続けてると思うんですけども、でも目の前の結果、はい、この辺のバランスどうですか。これはやっぱり難しいところですよね。プロである以上結果は絶対求められてきますし、うん、まあ、でも今年のそのまあ制度としては降格がないということで、いろいろなチャレンジはできるそのタイミングだと思うんですけど、まあこのやってることをやっぱりこう疑ってしまったらキリがないと思うので、まあ信じてこう選手は突き進んでいってもらいたいなと思いますけど。羽賀さんもどうでしょうか。今結果出てません。そうですね、やっぱり今年はこういう特殊なあのリーグ戦なので、やっぱりいろいろ試せるチャンスだっていう前向きに捉える方もありますけど、はいはい、やっぱり見てる側としては、うん、やっぱり結果が欲しいですし、ね、なんとか勝利を見たいっていうのがまあ本音だと思いますけど、ちょっとあのこれもきっとサポーターの皆さんも見てるから、もう河合さんここだけの話ね、これ、はい、やっぱり降格ないけどやっぱり勝ちたいじゃないですか。もちろんです、ね、はい、勝ちたいじゃないですか。勝ちたいですよね。ちょっ と, ちょっと守備頑張るっていうのどうですか。いや、なかなかここだけの話になってないですか。ここだけの話になってないけど、なってないですけど、あの、いや、要はね、サポーターの心理としたら、あの別にあの攻撃的なスタイルは別に変えろって言ってる意味じゃなくて、はい、現実的な部分でいうとちょっともう一枚いた方がいいよねっていうところの戦術の部分で守備に
重きを置くって言ったらなんか完全に守備的にするって意味ではなくて、現実問題として、はい、ベースのスタイルは攻撃的なんだけどちょっと1枚多めにとか、その辺のどうですかね、塩梅は。まあ難しいところですけどねその置くのは簡単なんですよ、うんうん、こう引いて守るのは簡単なんですよ、戻って、はい、原点に戻るんじゃないですけど、うんうん、それじゃあクラブとして進歩がない、なるほど、サッカーとして進歩がないっていう判断をしているので、うん、まあ、そこはもうフロントも全部がこう信じて、うん、西田さんを信じてこう共に戦っていくことが必要かなと思ってますけどね。わかりました。あのでもトス戦がねそれで実際勝利できたわけなんで、はい、はい、まあこう何かを変えるときっていきなり結果は出ないと思うので、まあこういろいろ試しながら、うん、トライアンドエラーをしながら成長していく、うんうん、そんなシーズンにしていきたいですよね、うん、もちろん結果も必要です、はいはい、でもあのなんだろう、もちろん今苦しい状況だけどなんか選手たち一応自信持ってやってるんだろうなっていうのはなんか伝わってきます、はい、うん、信じてやってるっていうか、まあうん、そこは本当に重要なところなんで、自信持ってプレーしないとやっぱりこういいプレーってできないと思うんですよね、まあ、不安も、まあ、結果出なくて今ちょっと抱えてるとは思うんですけども、ただ何回も言いますけどやってることは間違ってないと、あ、信じて突き進めと、はい、大丈夫ですか堀さん、暗くなっちゃったじゃないですか。大丈夫ですよ、あの、うん、なんかね、うん、やっぱ結果出ないってこういう気持ちになりますよね。そうですよね、はい、明るく行こうって言ってたの。あ、そう、明るく行こうって言ってたのごめんなさい、なんかね、いやだんだんちょっと現実を見て、僕らが一番切り替える気持ちじゃあ原さんもでもいわゆるクラブ の立場の河合さんは、そうですね、やっぱり言い切れない部分があると思うから多分今選手的には自信がない状態で試合に臨んでると思うんですよね、うん、やっぱ自信持つためには勝ちが必要だし、うん、勝つためには自信が必要だしっていうことになってるので、本当に河合さんがおっしゃってるように、あの選手は監督フロントのことを信じながら、うん、信じてやりたいサッカーをやっていく、うん、その中であのいいサッカーをしながら勝利をつかんでいくっていうことが大事だと思うので、本当に、まあ、9試合10試合って言ったらおかしいですけど、うん、今年はまあそれにトライできるシーズンだっていうことを、まあ、割り切って、うん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 、まあ明けない夜はないじゃないですけど、うんうん、それに向かってやっていってもらうしかないのかなというふうに思ってます。本当この悔しさがね、あの後半まだ、はい、15試合ありますからそこに生きてほしいなと思うんですが、はい、ちょっとここであのコンサドーレ札幌から、北海道コンサドーレ札幌からちょっとお知らせということでフリップ用意しました、試合観戦がもっと楽しくなるアプリケーションのご紹介になります。これ来月の10日からサービス開始の予定です。スタジアムコンサドーレと言います。スタジアムコンサドーレ、はい、こういう画面になるんでしょう。これ一応、まあ、予定ではこういう画面になるんでしょうということですね。あのこのアプリケーションを使うと試合会場と同じタイミングでスタジアム DJ の選手紹介を聞くことができたり、あと試合中コメント欄を通じてサポーター同士の交流も可能だということです、はい、でさらにですけどもね、これね、あのアプリケーションの中にあるアプリ内通貨を購入すると、特定の選手やプレーに対して直接デジタルグッズを介した応援ができるという新たな観戦スタイルを楽しむことができるということです。ちょっとここにフォーメーション載ってるんですけど、はい、わかりますかね、ススキの栄光とか書いてあるし、これゴーとかでキャンディーもついてるね、うん、あ、そっか、ミシャさんの飴だ。飴ちゃん大好きですもんね、ミシャ監督ね、報道陣にも飴あげたりしますけど、そうですね、はい、こうやってその選手がいいプレーしたらこうやってそのグッズをポンポンポンってタッチするとその選手にこうそこにアイコンがこうやってつくんでしょうかね、はい、こうやっていい選手をいいプレーした選手にこうタッチして応援していくみたいな、そんな目の前の試合を見ながらライブで楽しむことができるということですが、河合さん、なんかこのアプリケーションで何か言えることあります？まあ、あのクラブとしてこう収容人数の制限が今かかってるじゃないですか、うん、はい、そこでまあ新応援スタイル、そういうのもやっていきたいと、クラブとしてファンサポーターにどうスタジアムにいるような感動を味わってもらおうかと考えたので、まあ非常にこのなんていうんですかね、いい
もう新しいじゃないですかこのスタイルが。いや新しいです。楽しそうですよね。楽しそうですよね。まあ本当にスタジアムに来てもこれは楽しめると思いますし、まあ応援しながらアプリもこう楽しめる、また新しい取り組みかなと思ってます。そうですよね。本当にコロナの影響でもちろん世の中全体は大変なんですけれども、それによって本当に今年 J リーグもいろいろ考えましたし、各クラブもいろいろ考えて、選手たちもいろいろ考えて今ここまで来てますよね。そうですね、はい、このコロナ禍の状況じゃないとできなかったこともありますし、僕自身は改めてこのファンサポーターとコンサドーレのつながりを深められたのかなって感じてますね。本当にこういう時だからこそ考えたこといっぱいありますもんね。そうですね、もう本当にどう楽しんでもらうかっていうのは常にフロントとして課題で上がってたので、まあ、少しでもねこう応援する代わりにでもなってもらえたらいいですけどね、はい、で次の今日まで5000人という制限の中でコンサドーレはホームゲーム運営してましたけども、次節がですね、一旦神戸でアウェー戦26日ありまして、10月3日第20節仙台戦、これ札幌ドームですが、ここから 30% に上がるんですよね。はい、その通りです。となると、まあ、4万人がマックスですので、だいたい1万人ちょっとぐらいは入るかなって感じでしょうか。はい、そうですね、まあ、その限界っていうのはその辺まで入ると思うんですけど、まあ、いきなりこう増えるというのも、まあ、僕自身は個人的には増えるとは思ってもないので、まあ、少しずつこう皆さんにスタジアムに足を運んでもらって、まあ、応援していただけたらなと思いますけどね、まあ、このアプリを使ってでも応援もできますし、より一体感を持って戦っていきたいですけどね。そうですね、アプリケーションに関しては来月スタートしますそのスタジアムコンサドーレは詳しくは公式ホームページをご覧いただければと思いますが、芳賀さん、でも今5000人まで来て次1万人ぐらいになるとどうですか、はい、倍になった時のスタジアムの雰囲気っていうのは多分全く変わってくると思いますね。声、応援がね、多分ね、まだ声は多分飛沫のことで多分あれですけども、手拍子はいいんですもんね今ね。もうそうですね、はい、なのでこうみんなで1万人でちょっとこう、はい、それでも途中途中で今日もありましたけど、大きな手拍子があったので、なんか選手自身もそこがスイッチだよっていう形で変わってくるのかなと思いますけど。そうですね、河合さん、はい、今本当苦しい状況ですが、次、一旦アウェーに行って神戸戦です。次の試合に向けてちょっと一言いただきたいんですけれども。はい、はい、神戸もあれですね、監督が変わって。そうなんですね、フィンクさんね。はい、はい、まあ、本当にアウェーですけど、まあ、このやってるサッカーをまた続けていけば、まあ、修正しなきゃいけないところももちろんあるんですけども、まあ、その神戸ともいい試合はできるんじゃないかと思ってますけどね。前回3対2でね、悔しかったですね。悔しかったですね、本当に。あれ、新野選手が 2ゴール決めた試合でしたよね、確かね。2ゴールでしたっけ、なんかでしたっけ、確かそうだと思います、はい、なんかスライディングシュートと、あ、そうですね、うん、はい、あと小前選手の折り返しをキーパーにぶつかりながらなんかねじ込んだ感じの。そうでしたね、もう忘れました。だいぶ前の勝利だったので。そうですよね、ちょっとだいぶ前になりましたので。いや、でも本当あれですね、今年ならではで水曜日土日、水曜日土日やってるとなんかあの試合とこの試合のゴールなんか忘れますよね。もう次々とやってくるんで、まあ、運営する方も大変ですよね。まあ、選手はもちろん一番大変なんですけども、こうフロント側もうやることもたくさんありますし、過密日程ですよね。まあ、逆に言うともうすぐ来るから、はい、気持ち切り替えて次に臨もうっていう前向きな気持ちにもなれますかね。そこは、まあ、そこは発想の転換で、そう思っていきましょう。はい、あ、じゃあ芳賀さんも一言、今後今コンサドーレ苦しいですけども。そうですね、やっぱり選手自身も本当に辛い、体力的にもメンタル的にもきついとこですけど、クラブのスタッフもこういういい雰囲気作って試合をさせていただいてるっていうところもあるので、本当にみんな体調だけは本当にぐれぐれも気をつけて、目の前の試合に本当にクラブ一丸となってやっていければ、こういう負けが続いてたり勝てない試合が続いてますけど、それが多分開かれていくと思うので、とにかくこう諦めずに一生懸命頑張ってほしいなと思ってます。はい、コンサドーレライブアフターザマッチということで初めての試みで、いつもね試合前から、
試合会場からライブでお伝えしていたのは初めて、これちょっと反省会チックにやってみたんですけども、明るくやろうと思ったんですが途中暗くなってしまいました、すいません。でもなんか今こうやって仲間で話してると、でもなんか気持ちだんだん高まってきますね。そうですね、うん、はい、課題も見えてきてますし、うんうんうん、まあ、振り返りは大事ですよね。そうですよね、はい、同い年ですもんね、だってね。僕そう、河合さんって42歳同級生、ね、そうなんですよ、はい、いろいろトークショーでね、はい、こうやらせていただいて、貫禄があるって言ってましたよ。そうそうそう、同じ42歳なのになんで河合さんは貫禄あるんだろうなって話をさっきして、森さんないんですか。若いですよ、うん、そんなことないですよ。僕いまだに童顔キャラクターなんで、はい、そう、うん、若いですよね、はいはい、もうなんか脱線するなっていう今指示が来ましたので、はい、でもまだ残り15試合ありますから、まだまだ巻き返せると思いますので、はい、これからも今ちょっと今日配信先の皆さん、ぜひ、全道一丸、もちろん全道じゃなくて全国一丸で、コンサドーレをサポートいただければと思います。今日はスタジオは羽賀博信さん、そして、札幌ドームから河合隆二さんでした。お二方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。配信先の皆さん。